Within the city, 絶え間なく息づく街の中でニュースが生まれる。ニュースティミュレーション、あなたを刺激する。土曜の午後、 Listen and rediscover 日本放送、辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。12月13日土曜日、時刻は午後1時を回りました。こんにちは、辛坊治郎です。こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。増田さん大変ですよ。増山さやかです間違えないでください。ほう、ね、一郎さん、なんで二郎さんいないんでしょうね。今日は2週連続でね、一郎です。しかも大事な日なんですよ、衆院選直前スペシャルで。我が番組はニュースキャスターの安藤優子さんをお迎えするでしょ。でこの後3時からシェリーさんのところには池上彰さんいらっしゃる。我が番組のもうメインのもう有望な辛坊治郎さんの姿が見えない。いやー、これはですね、増田さん、増山さやかです、はい、尻尾を巻いて逃げ出したに違いありませんね。逃げちゃったんですかねそんなわけはないということで、いつも通りまたラジオカーで日本放送に必死で向かっております、はい、じゃあ辛坊さん呼んでみましょうか。辛坊さん、あんたたち二人揃ってバカにするからやめてよ。本当にバカにしてるんだ、増山さん。いるのかよ。そんなことないです、もうすでにでもね、おかげさまであのドライバーさんが順法精神で、あの制限速度ギリギリで頑張って走ってくださいましてですね、はい、今は有楽町 の, あのビッグカメラの前ぐらいです。お、もうすぐそこ、ね、から降りて走ってきてください。目の前なんかすごい綺麗な白人の人が自転車乗って、ああ犬の散歩だ、これ。すごいな、自転車乗って犬の散歩ってああいうことでございまして、もうそこで車降りて走ってきてくださいよ。あ、まあそうですね、早くいらしてください。安藤さんもいらしてるんですか。すでにいらっしゃってますので。あらま、あちゃ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 、それはまずいな。じゃあ今からネクタイ締めていきますから。いや、ちょっと待って待って、締めなくていいから早くて。お待ちしております。よろしくお願いします。さあ、総選挙直前、今日の辛坊治郎ズームそこまで言うかは、ゲストに安藤優子さんを迎えして、第1の矢、第2の矢、2本のスペシャル企画でお送りします。まず第1の矢は、選挙特番を100倍楽しく見る方法、うん、ということでね、安藤優子さん、それから読売テレビの選挙特番にも出る辛坊さん、安藤さんはもちろんフジテレビの選挙特番担当されますからね。ライバルですね。そうですね、まあ、選挙当日のテレビの見方が楽しくなる方法などを伺っていきます。第2の矢は、紙面を賑わせた2014年ニュースの顔。いろいろいらっしゃいますよね。おぼかたさん、サムラゴーチさん、号泣がそれも真似しなくていいです。いろんなニュースの顔が紙面をにぎわせましたが、まあ、今年も残すところあとわずかです。ニュースキャスターとして日々の話題を切ってきた安藤優子さんと辛坊治郎さんに今年のニュースの顔を振り返ってもらいます、はい、で、2014年ニュースの顔も登場しちゃうんですよ。ゴーストライター騒動で一躍渦中の人となりました新垣隆さんにも生電話しちゃいます。楽しみですねだんだんちょっと似てなくなってきましたよね。えラジオの前のあなたからのメッセージもお待ちしていますよ。テーマは、あなたが選ぶ今年のニュースの顔は誰ですか。まあ、ご存知のように今選挙期間中ですからね、政治家周りの話題はちょっとなんとなくこうセンシティブな雰囲気に神経質になっちゃって、公正中立にバカにしてますよねそういった事情冊子の上、今年のニュースの顔をこう、ね、あの送っていただきますとスタッフ一同大変助かりますので、お待ちしております。もちろん今日のゲスト安藤優子さんへの質問もお待ちしています。メールはzoom@1242.com zoom@1242.com ツイッターはハッシュタグズーム1242をつけてつぶやいてください。ファックスの方は0570-02-1242 0570-02-1242 番です。ラジオ、そしてインターネット、ラジコ .jp で同時生放送、日本放送、辛坊治郎ズーム、そこまで言うか、この後午後3時までお付き合いください。クリスマスまでもあと10日ほどになりましたよね。ほう。一郎さん、ご予定は？仕事です。2014年もあと2週間ちょっと。今日の放送では今年1年間を振り返ります。さよっか。
ポール・マッカートニーでワンダフルクリスマスタイム。日本放送、日本放送1242日本放送、辛坊治郎ズームそこまで言うか。時刻は1時11分に今ちょうどなりました。有楽町日本放送から私、辛坊治郎と増山さやかがお送りしています。辛坊さん間に合いましたね、ここの時間にね。あんたたちよくあんなに人のことをバカにできるよね。毎週一緒にやってんのに。そんなことなんだよ、飯田君。ものまねはリスペクトです。何やリスペクトだよ。まあ、とりあえず今日は安藤優子さんに免じて、はい、二人は許しましょう。ね、よかったです。それにしても、はい、私、実は生まれて初めてなんです。もう安藤優子さんと同じ空気を共有する時が来るとはね、夢にも思わなかったです。じゃあ改めて、ありがたいことであります。ネクタイしてますからね、いつも違って。これこの番組でネクタイしてきたの今日が初めて。初めて見ますよ。番組開始以来初めて。なんで増田さんの時ですら一回もなかった。なんでって安藤さんに会うからに決まってる。改めてご紹介いたしますよ。スペシャルゲストです。フジテレビのニュース番組の顔といったらこの方、キャスターの安藤優子さんです。よろしくお願いいたします。本物だ。素人のおじさんだけじゃないですか。いや、私ね、安藤さんってなんとなくイメージで言うと、はい、なんか局アナ出身のようなイメージがずっとあったんですが、局アナだったことは一回もないんですよね。一回もないです、私。学生の時にアルバイトで、あのテレビ朝日の仕事を。アルバイトでテレ朝から始まったんですか。はい。何の番組でした。誰も知らないと思うんですが、世界に飛ぶ、違ったかな、80とかっていう。最初の番組覚えてないですか。はい、いや、そんなもんでしょう。誰も知らないことは世の中にたくさんあるんですよ。私も誰も知らないと思いますけどね、はい、去年ちょっと太平洋弾に失敗してですね、クジラに、その話はもういいって、もういいって、はい、すいません。そうですか。じゃあ、メジャーになられたのはどの番組あたりからですか。どれがメジャーなんでしょうかね。何なんだろう。私は最初にその学生の時のアルバイトで、入った時には今世界はっていう番組をやったんです。朝日新聞 の解説員の方と組んで、隣に座ってるだけの仕事です。隣に座ってるだけ。まあ、当時はそういう時代だったかもしれないですね。もう全くそういう時代ですよ。はい、もう何にも言わないんです。ただうなずいてニコニコしてる。ニコニコしててうなずいてるだけでいいなんて、飯田君羨ましいな。ラジオじゃならそうありたいな。ラジオじゃ無理ですか。無理だな。そうだな。ニュースステーションなんかにもね、はい、それはまだずっと後で、その次にテレビスクープっていう番組をやったんですけれども、それがニュースステーションの前身の番組になったんですけれども、はい。そうですか。あれ、じゃあフジの番組やるようになってからは、まだ26、7年。まだ26、7年。ってことは何ですか。安藤さん小学校の頃からこの仕事してるんですか。そうなんですよね、計算上はそうなんですけど。はい、びっくりですよね。びっくりですね、はい、で明日あれですよね、報道特番というか選挙特番のキャスターですよね、はい、やらせていただきます。選挙特番のキャスターやる前日にこんなとこ来てていいんですか。本当に、ね、申し訳ない。すいません、そんなことないです。今日だって情勢分析だの事前の打ち合わせだの大変でしょ、結構。でも全部こう覚えて頭に入れようとしても無理、まあ、295小選挙区全部情勢頭入れるのは無理ですね。もう全く無理なので、できる身の丈に合ったところでやっていきたいと。身の丈という言葉が安藤さんから出ましたよ。謙虚ですね。本当にその辺りも含めまして、神戸を垂れる稲穂かな。本当に自信臭いな。二人で声合わせなくても、はい、行きますよ、はい、本題の方に移らせていただきたいと思います、はい、安藤優子さんをお迎えしてお送りする最初の企画、こちらになります。選挙特番を100倍楽しく見る方法。総選挙の投開票日となります明日、安藤さんはフジテレビの選挙特番 FNN 衆院選2014雑選挙日本を喋り倒すにご出演で、辛坊さんも読売テレビの選挙特番、まあ、ローカルですから関西でしか見られませんけれども、はいはい、まあ、ぼちぼちやってます。フジテレビ横でチラチラ見ながら、フジが頭角出したらじゃあうちも出そうか。これ先に頭角出すとね、外すと偉いことになりますから慎重に、もう総務省にどなり呼びつけられて偉いことになっちゃいますから。昔は当確の打ち間違いよくありましたけどね、最近はもう絶対タブーですよね。でも某局を見て万歳をすると
ダメっていうジンクスもあるらしいですよ。あ、ダメなんですか。それが意外に誤報だったりする。ああ、某局ってどこですか。いやー、なかなか私の口から申し上げられませんがあ、NHK ですか。いやテレ朝ですか。そのものずばりちょっと待って、でもそういう業界の人たちだけのなんかジンクスみたいなものも結構ある、まあ、あのやっかみ半分なんですけど、うん、なんであんなに早く当確出せるんだろう、でもそれが間違ってたらほらねってなっちゃうわけですよ。昔はね、全局 NHK も含めて全局当確打ち間違ったことありますからね。全局で、はい、それからあの NH、 あの某某某あの政権に呼びつけられてですね次お前らな、当確打ち間違えたらな、放送免許取り消すから、これは分かっとんのかボケって言われてそれから分かりやすさって言って、今なかなかほら当確出さないです本当、そうですね、当確なかなか打たないです、はい、その代わりにあの出口調査で、議席の予測で、うん、まああのだけどあれだとね、8時の瞬間に議席が与党何議席、野党何議席、それで民のやめちゃうっていうあの昔みたいな、だんだん一つずつ議席が開いてっていう、はい、あのドキドキ感みたいなものが今の選挙特番はなかなか ね、 でも出口調査も聞かれたことあります？私ないです、一度もないです。私も一度も聞かれたことないんですよ。聞かれてみたい。あ、私ありますよ。あります、あります、うん、私ありますけど、あのこれ今基本的に聞きに来ないわねあ、テレビ出てる人だってなっちゃうんですよね。あれをだから出口調査の数字をいろいろ勘案するわけですよね。そうそう、だからね、調整するんですよ。一時、昔は今はよく分かんないですけど、特定の政党はあの支持者の皆さんに本当のことを言うなって言って指令を出しているようなケースがあって、そうするとそこの党だけ票が出ないんですよ。で1回目2回目やってくると、あ、これは組織的に票を動かしてんなっていうか、その口裏合わせてんなって、だからその出てきた生数字に一定の乗率をかけて予想していくっていう、今もう結構このノウハウ確立してますから当たるようになりましたよね。そうですね。でも最終的には政治部長のそう、あの当確って気合ですから。気合、読売テレビなんか当確担当デスクってのがいて、はい、政治、要するに政治部長、まあ、東京は政治部ってのがありますから、はい、関西は政治部がありませんから、それにそんなに偉い人が最終責任者にしとくと、うん、そいつの間違った時首飛ばさなきゃいけないから別に担当責任、まあ、なんかあったらこいつの首だけ飛ばしとけみたいな、かわいそうな、人見ごくみたいなのがかわいそうですね。そうなんです。最終的にだからその政治部長なり判断する方のプラス2とかプラス1マイナス2っていう最終的な決断で数字が決まるんで、議席予測、そこのタイミングの違いが当確打つ各局の違いに、まあそういうことですよね。へ、結構ドキドキですよね、舞台裏は ね、 ドキドキですね。もう最近命がけですよ。昔みたいに、まあ、間違っちゃったらしょうがねえかっていう時代じゃないですから本当です。今間違えないか、間違えると大変ですから。はい、でも間違っちゃいけないっていう報道ってすごく難しいですね。まあね、そうですね、間違っちゃいけないんですけど、うん、なんか間違っちゃいけないことばっかりに聞き取られてると、選挙ってある意味どっかでお祭りでもあるわけですから、ちょっとなんか世知辛いなって感じもしますけど、する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 、ね、でも私たち視聴者がまあこうね、テレビ、私たち視聴者、私たちの、あの、いつから視聴者になったんですか。テレビで選挙特番を見てるときにすごくこうあの疑問に思うのが、まあ、キャスターの方々がこう当選された方、それからまあそうじゃなかった方にこう質問いろいろぶつけるシーンなんてありますよね、はい、で結構そのやり取りで相手の方が割と感情的になってしまって怒ってしまったりなんていうシーンなんかも、はい、おーと思って食い入るように見たりするんですけど、はい、ああいうのってあらかじめこうなんていうんだろう、演出を考えたりとか、質問を考えたり、辛坊さんは多分わざとやってると思います。いそう私はもうあの穏やか、あの、ね、人に喧嘩売らないという仲よくみんな仲良しお友達いやいやいや、安藤さんなかなか鋭いですよね。私はあの人間としてやっぱりこういい人になりたがっちゃうとこがあるんですよ。そんなことないでしょ。いや自分との戦いです。だからもうなんかいい人になっちゃいたい自分との戦いですよね。すっごい嫌な女になるか、すごくいい人になるかっていう、そのギリギリの境界線を行ったり来たり行ったり来たりしながら。そうなんです。安藤さんなんかはやっぱり東京でちゃんとやってるジャーナリストだから、やっぱバランス考えながら喋るわけですよ。で我々大阪の際もんだからね、だからテレビなんて面白ければいいとしか思ってませんからね、はっきり言って。ゆうちゃなんだけど、どんだけ面白くするか、面白くてなんぼですからね、その点はやっぱり関東のちゃんとした人たちとは違うなっていう感覚はあります。そこへ行くと一個、その二人にお聞きしたいのが、
池上彰さんですよ。この後番組出るんですけど、池上さんですか。池上さんのあのやり方というかですね、うんうんうん、もうあのそれこそね、特定の政党の人にあなたたちはって結構突っ込むじゃないですか、政教分離はとか、そのあたりまで。いやでもね、関西の番組だったら当たり前ですよ。言うちゃなんだけど、私のやってるそこまで言っていいんかなんか、もっとひどいことやってますよ。むちゃくちゃですよ。それでむちゃくちゃな番組でむちゃくちゃやってたら、特にですね、やっぱり久々ラックの問題で、関東なんか絶対タブーだからやらなかったようなことをガンガンやるわけですんで、ある時田原総一郎さんがうちの番組やってきて、なあ、こういう番組、前らできないだろ、やったことねえだろって言ったら、全部やってますって話で、いやもうそれ全部やりましたしって言ったら、だから、関東の番組の、いわゆるその、っていうか倫理基準と、やっぱ関西、関東以外のところとはだいぶ違う、感覚的に。でゆうちゃんなんだけど、私は池上彰さんとしては天才だと思います。あの人はすごいよ。なんだかんだ言いながらやっぱバランス取れてるもん。 そうですね、あんなにバランス取れたボールなんか、俺なんか言っちゃなんだけど恥ずかしくて投げられないもん。恥ずかしくそこがだから辛坊さんのすごいところだと思うんですよ。いや、あの気取ってるんですよ、多分私たちの選挙番組は気取ってるって言ったらなんですが、どっかで本当のことを、本音をぶつけたいんですよ。本当私、辛坊さんみたいにやりたい。例えば、もうそんな、っていうようなことを言ってみたい自分がいるんですよ。でも。いや、関東はそれ許されないと思います。許されないんです、ね。許されない。絶対無理。池上さんなんかも、俺らみたいな、安藤さんもよく、この人プロだからよくわかってると思いますけども、言うや、その関東のキャスターに求められるところのノリは超えないものね。言っちゃなんだけど、それ安藤さんの口からは言えないから俺が言ってんだけど、多分やろうと思ったらできるよっていうぐらいのギリギリだけど、やっぱあの人はそのギリギリのところの塀の上歩くところがやっぱりね、天才ではありますね。俺ら塀の向こう行っちゃうからね、怒っちゃうから怒っちゃうから、簡単に怒って、おいおい、クレームわーっと来てごめんなさいみたいな。面白いけどクレーム来ちゃうみたいなね。でもね、クレームを恐れてたら、テレビはできないんですよ。やっぱりそう。だって言う、いろんなこと言う人いっぱい山の中にいるわけじゃないですか。全部それ考慮してたら進みませんもんね。そりゃいいですよ、関東は。関西なんかね、こうやってやってるとね、ひどいんだよ。最近ね、局宛てにね、健康食品が代引きでいっぱい届いたりするんだよ。頼んでないのに。ひどいだろ。おい、自宅前に、妙齢のご婦人がやってきて、ピンポン鳴らして、うちの神さんに、辛坊さんの子供妊娠したっていう、そんな嫌がらせまであんだぞ。すごいですね。ひどいだろこれ。俺冗談じゃないよ、本当に。それ叱るべきところに相談した方がいいですよ。本当だよね。本当だよ。まあ、選挙特番ですけど、そうでした。そうだ、各局ね、シャンをかけて作ってますけれども、シャンかかシャンをかけてね、明日のフジテレビの見どころを教えてください。ありがとうございます。関東的に綺麗にまとめていただいて。見どころですか。はい、まあ辛坊さん言うところのですね、ギリギリのところで討論を。激論を交わしていこうと、今回争点なき選挙っていうふうにまあ言われてるんですけれども、あえてそれじゃつまらないので、争点を私たちからほじくり出して、はい、それについて、ギリギリの塀の上の激論を交わす。いや楽しみだな、見ちゃうよ。う、私も本当に、ね、全国ゾーンに切り替わったら。いや俺それで思い出した、ある朝、あ、もういいや、ちょっとこの話じゃこの後に。すごい面白い話があるんだ、実は。本当ですか。そんな裏話を思い出しながら、明日の選挙特番ご覧になってくださいね。どの話ですか。いろんな、この後はお知らせ、交通情報に続いてもう一つのスペシャル企画です。紙面を賑わせた2014年ニュースの顔、安藤優子さんに引き続き伺ってまいります。1242日本放送 Zoom Listen and Rediscover 辛坊治郎 Zoom そこまで言うか。私、辛坊治郎と、増山さやかと、飯田浩司がお送りしております。今日の辛坊治郎ズームそこまで言うか、ゲストにキャスターの安藤優子さんをお迎えしてお送りしています。引き続きよろしくお願いいたします。さあ、ここからはスペシャル企画第2の矢、題して、紙面を賑わせた2014年ニュースの顔。おぼかたさんやサムラゴーチさん、号泣議員、いろんなニュースの顔が紙面を賑わせました。まあ、ある意味ね、近年まれに見る当たり年というふうにも言えると思うんですけれども。当たり年だったか、今日、今年。当たり年。まあ、ノーベル賞も取れたしな、最後。そうですね。まずは今年1月から3月の出来事です。
昨年末以来、アクリフーズ群馬工場生産品から農薬が検出されました件に関しまして、誠に申し訳ございませんでした。まだマウスの段階で、かつマウスの生まれたての赤ちゃんの細胞からだとうまくできるという方向報告ですので、自分が目指しているフリーの演技が今日できて、本当に、まあ、結果としてはよくはなかったと思うんですけど、私なり の恩返しができたかなというふうに思っています。いや、怖かったですね。僕も貸し休まいですから、その時ちょっと出かけてたんで分かんなくて、でそれでお母さんに会ったんだから早く帰ってきなさいって言われて、それでやっぱあびっくりしましたね。まあ、日本人の代表という気持ちでこれから5月中旬までの船長任務を全うしたいというふうに思っています。東京拘置所の玄関の前につけられましたワゴン車に今袴田元被告が乗り込みました。逮捕からおよそ48年ぶりの釈放となります。ということで、2014年の1月から3月までの主な出来事をニュース音声を交えて振り返ってまいりました。安藤さん、印象に残っているニュースの顔というと、やっぱりおぼかった春子さん、おぼちゃん、おぼちゃん、まあ、おぼちゃんっていう言い方がねなんかこう全体像を見えにくくさせてるかなっていう感じはあるんですけれども、やっぱり私は報道する側としてちょっといろいろ思うところがあったのが、やっぱりおぼかたさんのこのスタップ細胞問題だと思うんですよね。なんかおぼちゃんって言ったところで、まあ、なんか全てがぼんやりしてきちゃうじゃないですか。問題の核心みたいなのが、割烹着姿のあれが、そうそう、一番最初にピンクの実験室で、割烹着姿で出てきて、かわいい子だなと思って興奮してこのハスキーはこんなにすごいんですって、俺朝から興奮して喋ったのが、今となってはものすごく恥ずかしいすごく恥ずかしい。でも、はい、俺は信じてるよ。信じてる。だって、小畑さんが、ありますって言うんだから、ありますって言うんだから、きっとあるじゃないか。私の周りにも結構いるんですよ、辛抱さんみたいな人が。そうそう。だいたいね、だいたいスケベな中年じじいってみんな同じこと言うよね。小畑さんがあるって言ってんだから、あるだろう。あることにしようよ。いや、ある、きっとあるみたいな。残念な結果になってしまいました。本当に、1月28日の発表でありましたけど、でまだこれ結論は出てないですね。11月30日に再実験が終わってるはずですから、ね、まあ、あるんだったらあるって出てますよね。多分も出てると思います、ね、だからないということは、まあ、何回も言われてますけど、悪魔の証明だからないということは絶対に明言できないにしても、はい、11月末までにあったということが証明できなかったのはこれはもうほぼ間違いないですよね。多分そうだと思いますね。あれもうちょっと初歩的なところで、多分その小畑さん の博士論文 その引用問題とかありましたけれども、はい、そういうすごく、私博士論文、実は今博士論文書いてると最中なんですよ。あ、そうですか。博士論文ってどのぐらい厳しいものかって、指導も含めて当たり前ですけれども、もうすごく身に染みてるので、この苦しみが、そんな引用とかを許すような審査会ってあるんだろうかっていう、それを通しちゃった方もどうかと思うっていう、そこら辺からこう間違いって始まってたのかなってすごく思いましたね。まあ、日本でなかなかね、博士論文っていうか博士号取ってる人いないんですけど、欧米では結構ステータスとして PhD って言って、博士号取ってないとどうも社会研究者としては一人前じゃないみたいなところがあってですね、その多分 PhD を取っていくためのシステムみたいなものが出来上がってるんだと思いますけど、日本の場合は結構どうなんですかね。私もそんなとこ目指したことないからわからないけど、内情とかなんかこう、なんかそういうよくわからないシステムの中で取れちゃったりすることってあるのかしら。よくわからないシステムかどうかわかんないですけども、少なくても論文が博士号取れる論文だとするならば、相当審査は甘かったとしか思えないんですよね。まあ、一部報道ではね、専門外の人が審査をしてたから結局中身あんまりよく分かってなかったんだみたいなことも出てましたけども、でも審査に当たった人と、その論文 の、 博士論文ですよ、私が言ってるのは、スタップ細胞論文ではなくて、その博士論文の審査に当たった人とスタップ細胞を研究してる、一緒に共同研究者がほぼメンバーが被ってるっていうのが一番気になるところではありますよね。でもね、今回じゃあその周りにいた人に悪意があったのかというと、多分悪意が
なかったんだろうと、うん、で悪意があってみんな一緒になってダマくらかそうと思ってた集団ではなさそうだと、うん、周りの人もきれいに騙されて、騙されたあの、ね、男性の人なんかつるんとした人とかいろいろいたじゃないですか。笹井さんあではなく亡くなられた方じゃなくて、ほら、和歌山さんという、はいはいはい、山梨だよ、ね。あの方なんかもう第一人者の研究者で、ちゃんとした人でしょ、うん、で、ちゃんとした人がそばにいながら、うん、最後はちょっとおかしいって、後から言われりゃ思ってたことはたくさんあったみたいな話はよく出てくるんだけど、うん、でも少なくともあの記者会見に至るまでは、そう思ってなかったわけだから、ね、だから周りの人間はちゃんと見てたはずなのに、それでも、うん、だけどそれ、小保方さん自身が騙す意図があったのかどうかですよね。本人が信じ込んでたっていうことも考えられなくはないでしょ。で、そこなんですよ。つまり本人、小保方さんに悪意があったのかなかったのかで言うと、ね、これは多分、そうするとまた小保ちゃんに戻っちゃう。そうなんです。スケベジジイのおじさんたちは、そんな悪意もなかったんだよっていう話なんだけど、でも客観的に見ると、悪意がなくてこんなことできないだろうっていう。話もあるし、それは安藤さんのご意見を聞いてみましょう。いや、私は実験ノートとかを見ると、はい、その200回成功してる、スタップ細胞を作るのに、200回ぐらい成功してると。でも、その記述がどこにもないっていうのは、やっぱり悪意というよりも未熟さなんじゃないんですかね。どうでしょうか、おぼちゃんファンの悪意というよりは未熟さ。一遍おぼちゃんをこう呼んで晩ご飯をゆっくり食べながら一度話を聞いてみたいですよね。そうそう、ワインでも傾けながらね、じっくり話を飯田君聞いてみたいな。ちょっと僕に最後振るのやめてくださいよ。スケベなおじさんになっちゃうんだから、ちょっとスケベなおじさんってやめてさあ、他にもですね、さまざまニュースの変わりましたけれども、皆さんいかがでしょうか。サムラゴーチさん、ざっくり振りましたね。みんな今ざっくり振りましたね。なんか投げてますね。ダメですよ、そういうことでは。途中で頭回んなくなっちゃった。もうちょっと真面目に仕事しないと。ほらサムラゴーチさん、そう、でもサムラゴーチさんもその小保方さんとすごく同じようなこう根っこを持ってるなって思ったのは、その被爆2世でその耳が聞こえなくてっていう、すごくこう舞台がこうできてるわけですよね。その上での音楽だったってことが、やっぱりそのサムラゴーチさんの音楽そのものに対する評価っていうものをすごく増幅させたと思うんですよね。だからそれだけに、それがゴーストライターの手によるものだったっていうことで、その増幅した部分の分、バーンとこう奈落に落ちる部分も大きかった、振れ幅が大きかったっていうんですかね、と思うんですよね。でもいずれにしても私たちは乗せられたわけですよね。はい。だからそういうこう肩書きとかそういうものにね、いかに弱いかっていうような。いや、はい、やっぱりストーリーを信じたいんですよ。ね、ストーリー信じた方が面白かったり楽しかったりするじゃないですか。でもこのケースは確かにね、それはまあ問題は問題ですよ。だけど、うん、じゃあ誰かになんか致命的な影響を与えたかっていうと、うん、それは小保方さんの場合はこれは日本というものの信頼に、うん、もう重大なダメージを与えたんですけど、サムラゴーチさんのケースはよく考えてみたら、誰かがなんかそんな重大な打撃損害を被ったかっていうと、信じてファンだった人はね、それはあんたの責任ってあんたにセンスがなかったわけでしょ。読み解くだけの力がなかったわけでしょ。我々なんか、サムラゴーチってこの問題が出るまで全然知らなかったもんね。ああ、そういう人がいたんだって言って。そういう意味では、実は罪一番軽いんじゃないかって気がするんだよね、あれ。一部音楽業界の人は、この人いいプロデューサーだったんじゃないのっていう、あの指示書は結構よくできてんだっていう話もあるらしい。ユニットサムラゴーチだったんで、二人合わせて。という評価でいいのかどうなのか、今日なんかご本人が出てくるという噂があるんですけど。はい。そうなんですよ、この後ね。後ほど、新垣さんが生登場。新垣さんが、新垣さん生登場生登場ですからね。ちょっと待ってくれ、あれ。今まで新垣さんの悪口言ってないだろうな、これ。ちょっと考えてみて。今日は大丈夫。大丈夫。今日はね、今日のところはね、ここまで絶対聞いてらっしゃるに違いない。なんで急に弱気になってるんですか、ちょっと。こう見えても気弱いから。またそんな本当に、まあ、それから1月から3月というと、屋敷隆仁さん64歳で亡くなるというのは1月3日付のこの間、俺、日刊現代じゃなくて週刊現代に頼まれて、母姫っていう今年亡くなった方のね、特集で400字ぐらい書かせてもらいましたけども、
やっぱね、僕は10年ぐらいの最近の付き合いなんですよ。だからまあ私も大人になってからだから、だからよく宮根誠司君とか、なんか若手の芸能人とか関西のね、どつかれて叩かれてみたいな、そういうのはないんです。で、私の場合も新地のクラブに1回か2回連れてってもらいましたけども、普通は途中で帰らないんですね。帰っちゃいけないんだけど、俺はもう朝早いって忙しいから、もう失礼しますってぐらいな関係だから、ものすごく実は薄い関係だったんですよ。で、改めて我ら薄い関係だったなってつくづく思うんだけど、でも天才でしたね。天才、はい、あの人の、僕が初めて屋敷鷹人というのが1988年に大阪でローカル番組のワイドショーの帯をやったんですよ、はい、その時私暇だからアナウンス部でその番組を午後ポーっと、だいたい午後、当時アナウンサーなんてローカルのアナウンサーって1分ニュース読むぐらいしか仕事がないんで、あいつが来てぼーっとテレビ見てたら、すごい人出てきたなーっていう、テレビでここまで言うかっていう、あ、テレビってこんなに面白いもんだったんだっていうのを最初に教えてくれた人です。はい。晩年やっぱりちょっとね、実はほとんど音信が普通になっちゃったんで、はい、私も純愛読みましたし、はい、いろんな人に、で、どうなのって聞かれるんだけど、おおむね別に純愛で書いてあることは間違いではないですよ。ほら、私の知る限りは。若干、事実誤認があるかなと思うところは、後から思えばですね、読み飛ばしてるところは、再度読み返してみたら、あ、これちょっと今言っちゃっていいのかな？いいです。そこまで言ったら、最初の冒頭、純愛の冒頭にね、最後に桜さんと奥さんが挨拶してるときに会場の中から怒鳴り声が聞こえたっていうのがあって、本の中ではお嬢さんが怒鳴ったことになってるんですけど、私あの時司会に立ってました。で、はっきり言って誰が怒鳴ったかは分かないんだけど、お嬢さんで誰が怒鳴ったことは間違いないです。だけどお嬢さんじゃなかったと思う。私の知る限り、鷹人さんの実のお母さんが車椅子で来てらして、お母さんがなんか叫ばれてるなっていう私は印象だったんだけど、これ事実確認してません。私の素朴な印象ですけど、だけどお嬢さんではなかった、怒鳴り声があったのは間違いないっていうことで言うと、あの本の頭に書いてあるお嬢さんが怒鳴ったっていうことに関して言うと、これは違うのかもしれないなって言ったら、今週週刊朝日で、お嬢さんのコメントかなんか出てて、で、あれは私じゃありませんと、っていう話が出てて、私はその通りだろうな。だけどそれは多分ね、お嬢さんは、いや実は自分のおばあちゃん、高人さんのお母さんが叫んだっていうのは知ってるんだろうけど、それは娘の口からは、孫の口からはそれは言えないよねっていうんで、お嬢さんは黙ってるのかなっていう感じがする。で、そういう細かいところに違いはあるけれども、おおむねは間違ってないと思うなと思いますよ、私の印象で言うと。こんな細かいこと言い出したら5時間かかりますけど、どうしますか？分かりました。5時間かかっちゃうようなので、この後はゴーストライター騒動で日本中を騒がせました、新垣隆さんに生電話をいたします。AM1242 日本放送、辛坊治郎ズームそこまで言うか、紙面をにぎわせた2014年ニュースの顔。サムラゴーチさんが世間を欺いて曲を発表していることを知りながら、支持されるまま曲を書き続けた私は、サムラゴーチさんの共犯者です。日本放送、辛坊治郎ズームそこまで言うか、今日は紙面をにぎわせた2014年ニュースの顔と題してお送りしていますが、今2月6日の記者会見の音声をお送りしました。耳が聞こえないハンディを持ちながら作曲活動を行っているとしてきたサムラゴーチさんのゴーストライターであると公表、私はサムラゴーチさんの共犯者ですと謝罪して紙面をにぎわせた作曲家の新垣隆さん、アドさんも記者会見もちろんご覧になったと思います、はい、お話しした息を詰めて見てましたが、もちろんお会いしたことは一度もありません。そうですか、はい、記者会見からも10ヶ月経ってますけれどもね、今日はお電話でのご出演になります。じゃあ辛坊さん呼びかけてください。こんにちは、新垣さんでいらっしゃいますか？はい、こんにちは。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。日本放送のスタジオから私、辛坊治郎とですね、ね、目の前に安藤由香さんいらっしゃいますんで、よろしくお願いいたします。安藤です。よろしくお願いいたします。はあ、どうですか、だいぶいろんな意味で落ち着かれました？あ、はい、今はそうですね、少し落ち着いたと思ってます。
今だいたい1日のうちどのくらいの時間を作曲、はい、音楽活動に当ててらっしゃいます？もう時間がある時はもう譜面を書いて演奏してというそういう毎日です。ああ、ということは音楽家としては、はい、騒動を乗り越えて今結構充実してらっしゃるって感じですかね？はい、いろいろ声をかけていただきまして、うん、多くの仕事をさせていただいてます。ちなみに、はい、もともとあれですよね、現代音楽の作曲家でいらっしゃって、はいはい、クラシック風といいますか、はい、いわゆる佐村浩市さんの設計図とかっていうんで、こんな感じの曲って言って作るクラシックっていうのは、はい、まあ、新垣さんがもともと目指していた音楽ではないんですよね。一つの芸術作品として自分が世に問うといた場合のスタイルではないというところだったんですね。どうなんですかね、そういう方からすると、いや実はクラシック音楽に真似たようなものを作るのなら割と簡単にできると。ただ本当に自分がやりたい音楽っていうのはもっと違う次元の高い難しいものなんだっていうような感じなんでしょうか。そのあたりがちょっと我々素人全然わかんないんですけど。そういうことではないんですね。もちろんいろいろなスタイルとか形、表面の形は違うんですけれども、それぞれにそのいい存在の意義がありまして、で私にとってはどちらも非常に重要なものだと思ってるんですね。さて、多分新垣さんに聞きたいことは、井田君、君聞いてくれ。そんな、新垣さん、安藤ですけど、どうも、さっきちょっと話題になったんですが、はい、佐村浩市さんが指示書を書きになってましたよね、はい、指示書っていうのは、どうなんですか、すごく分かりやすいものなんですか、あれをもとに音楽を作るっていうのは、どういう作業なんですかね。はい、実際はそのグラフに基づいてっていうことは、まあ、ほとんどないです。ない、はい、もちろん非常にこう大規模な曲を作るという、まあ、彼の、まあ、アイデアであり、はい、まあ、依頼だったのですけれども、ええ、まあ、そのことを示すものなんですね。で実際は実際にこう音を選んで、はい、ある程度そのまとまった、ものがこうできた時にはそれが元になって曲をどんどんこう展開し構成していくという、作曲というのはそういう作業になるんですね。ですので、まあ、きっかけには なりましたというところ。きっかけにはなる、はい、イメージを膨らますことはできるけれども、はい、音そのものを作る指示書ではない、はい、ということなんですね。そうですね、今音そのものの、もうシステムというのがありますので、もうそこからはもうその世界からもう紡ぎ上げていくというそういう作業になるんです。はい、今さら聞かれたくもないし言いたくもないかもしれませんけども、私たちやっぱり佐村浩市さんって本当に耳が聞こえてたのか聞こえてなかったのかっていうところで、新垣さんは記者会見で耳が聞こえないと思ったことはなかったとおっしゃいましたけど、普通に会話が成立する状況だったんですか？まあ、一応そういう形でしたね。はあ、それは口を読んでるとかじゃなくて、ああ、じゃあこれに関してはもう今更の話ですが、もう完全に嘘だなということで、今年っていうか去年ですから、週刊文春だと思うんですけれども、はい、このタイミングでもう全てを明らかにしようと思われた本当の確信の一番のコアなところは何だったんでしょう？まあ、その昨年の3月に彼を、まあ、まあ、取材したその番組が放映されたのですけれども、ええ、まあ、それを私が、まあ、見たときに、ええ、まあ、もともと もちろん問題がある行為なのですけれども、ええ、まあ、続いてきてしまったわけなんですけれども、ええ、
まあ、もうそれをまあ見た時に、まあ、まあこれ以上もう続けることはもう実際難しいという、もう思いになりました。そして、まあ、そこからまあなんとかこう、まあ、事態を、まあ、収束させるっていうのも、まあ、ちょっと言葉おかしいんですが、あまりもうそういうことをしないで、もらえないかというようなことを、まあ、なかなか、まあ、進まなかったんですけど、自分からそのようなこうアクションを起こすようになって、どうですか、はい、その時にね、サムラコーチさんが分かったと、はい、もうじゃあこれでお付き合いは終わりだけれども、今まではのことについてはもう黙っててくれと、じゃあこれでたもとを分かとうということだったら、もう一切、まあ、ある意味表に出さずに、そのまま歴史の中で闇の中にっていうことの可能性はあったということですか。まあ、そういう場合であれば、まあ、そういう可能性はあったと思います。どうなんですかね、歴史上名だたる作曲家で、はい、いわゆるそのゴーストライターの方が書いてて、はい、あまり歴史の表面に出ていないっていうようなことはどうなんですか、あるもんですか。まあ、それはちょっとまあ、わからないんですけれども、ただ、まあ昔 その、まあ、パトロンがその自分の名前で発表するとか、まあ、そういう例は、まあまあ、いくつか記録には残っていますけれども、どうですかね、今基本的には著作権の行方に関してあんまり話がついてないんで、はい、サムラコーチさん、つまりその、はい、実際に井垣さんが作曲した曲っていうのが CD 店に並んでなかったりするんですけど、はい、これは損失なので、どっかで著作権に関しては落としどころを見つけて、はい、もう一遍曲をみんなに聴いてもらう、曲に責任がないわけで、そのあたり の、お考えはいかがです。ありがたい言葉なのですけれども、まあ、やっぱりそもそものまず形がその、まあ、彼が、まあ、自分の名前で、出すという、まあ、その、まあ、約束合意のもとで、まあ、彼から依頼を受けて、その譜面を彼に提出して、その時に、まあ、報酬を受け取ってという形でしたものですから、その、まあ、彼に渡してからもう彼のものであるというところだったんですね。で、なのでやっぱりそのことはもうやっぱりそれを改めて教則にっていう形はちょっと自分としても難しいと思ってるんですね。新垣さん、はい、ゴーストライターっていうのも、まあ、影の部分ですよね、はい、でも最近はもうバンバンこう表に出てらっしゃるじゃないですか、はい、そこら辺の変化ってご自身でどういうふうに受け止めてらっしゃいます。はい、そうです、もちろん彼のゴーストライターを、まあ、続けてたわけなんですけれどもね、同時に今まで私も自分の名前で音楽活動は、まあ、ずっと続けてはきてたんですね。あ、はい、で、まあ、そういうその音楽のお仕事の中の、まあ、一つだったんですね。その彼の、はい、彼からの依頼というのも、まあ、その一つだったんですけども、うん、まあ、ちょっとそれが非常にこういう極端な形で肥大化してしまってっていう時代になってしまったんですね。で、なので今その私音楽活動を続けられて、っていうことはすごく嬉しいことでして、で、まあ、一応それはその以前から の、 音楽活動の延長ではあるんですけれどもね。いや、今手前にですね、はい、番組スタッフが女性セブンの、グラビア写真を持ってきてくれてですね、首にすごいおしゃれなストールで、左にシャンパングラスをお持ちなんですけど、かっこいいですね。いやいや、かっこよくないんですけど、すごくかっこつけてますよね。だってモデルに挑戦したりとか、まあ、音楽番組のドゥンツクーパーにこう準レギュラーとしてピアノ弾かれたりとかなさってますよね。バラエティーなんかにもご出演されてますよね、はいはい、ああいった今までとちょっと違うお仕事をされるときってどんな感じなんですか。テレビやそのようなお仕事は、まあ、本当に初めてのことでして、まあ、やっぱりそこはとても自分は名前に慣れていない、もう本当に素人なんですね、なので、うん、でも楽しいですか。少し音楽番組をの仕事をいただいた
ときにはすごく自分 の, 仕事の延長、まあ、自分 の, その音楽の仕事としてできたわけなので、はい、でまたすごく前に、まあ、スタッフの方たちともすごく楽しくできてすごく嬉しかったんですけども、はい、いいですね新垣さん新垣さん、はい、せっかくね神様が与えてくれた、まあ、普通の人には真似のできない才能なので、はい、生かしていい曲いっぱい書いてくださいよ。はい、ありがとうございます、ねはい、私ちょっとハチャトリアン風の元気な私のテーマ曲なんてこう発注した場合には誰に言ったらいいんでしょうか。はい、ぜひぜひハチャトリアン風のお、ね、番組テーマを、はい、もしかしたら正式にお願いするかもしれませんのでその時はよろしくお願いいたします。ちゃんと作曲人が来て 出ますんで、ね、ありがとうございました。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 辛坊治郎 Zoom Listen and Rediscover Zoom そこまで言うか。時刻は午後2時を回りました。改めましてこんにちは、辛坊治郎です。日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか、今日はフジテレビのニュース番組の顔安藤優子さんをゲストにお招きしています。2時台もよろしくお願いします。よろしくお願いします。先ほど新垣隆さんに電話でご出演いただきましたが、穏やかな人ですね。ね、そうですね。なんか弾けてスキップしたりしないんでしょうね。なさそうですよね。で、日本放送に実は明日の夜もご出演されることになっています。夜の11時30分から放送のマイプレイリストという番組でラジオパーソナリティに初挑戦ですよ。それはペースであのトーンでラジオパーソナリティはなかなかすごいですね。そうなんですよ。それは聞き物ですね。どんなことになるのか。音楽人生の中で出会った人々のエピソードなんか、ハチャトリアン風のテーマ曲お願いしますって、ええ、はいって言いましたよ ね。口約束も約束のうちですからね。正式にお願いしてみましょうよ。俺はもうちょっと正式に、ええ、誰が演奏するんだって話ですけど、ええ、で、ま、新垣さんが影響を受けた歌謡曲、サウンドトラック、 CM ソング、民謡とか様々なジャンルの選曲をしてその曲を聴かせするという。面白そうですね、はい、やっぱり専門家の観点から喋ってくれるんでしょうね。この曲は、ね、この曲はああだこうだみたいな。そうでしょうね、はい、ご期待ください。夜11時30分から明日マイプレイリストです。で、安藤さんご出演いただいてるんでメールを、ね、たくさんいただいてます、はい、ラジオネーム高吉さん、横浜市44歳の男性の方、はい、安藤さんは国会議員や知事、市長などをやってみたいお気持ちはありますか？本音を聞かせてください。同じ質問に辛坊さんも本気で答えてくれるはずです辛坊さん、そっちの上がってますよ ね。 そうですよね。関西は人が少ないんですよ。限られてるんですよ。でも前ここで言いましたけどね、もうそういうしょっちゅう電話かかってきて、いや僕じゃなくて誰々さんが出るんじゃないですかって、誰々さんはそんなにアホじゃないでしょうって聞いてきたやつが言うんですよ。ひどいもんでしょひどい、ね、なんだと思ってんだ俺のことっていう。安藤さんいかがですか？私はよくこう名前を挙げられるんですよ、はい。でなんか勝手に世論調査とかやられて、で勝手にそんな出たら必ず通りますみたいな、ね、いやいやなんかどうのこうのって書いてあって、すごく私あれ嫌なんですよ、ね、直接取材に出るんですか？頼んだわけでもないのに勝手に世論調査やられた。記者がやってきてあります。あります。ありますけど、うん、でも私が出たいなんて言った覚えは全然ないので、はい、勝手に世論調査されて。私専門家の立場から今の言葉を分析しますと、はい、安藤さんは将来出ます。嘘ですよどういう感じなんですか？私じゃあ反対に言ってみましょうか。辛坊さん出ます両者出ます。私それまでにいっぱいクリアしなきゃいけないことが山ほどありまして、そうなんです。関西では叩けば粗大ゴミが出るからだと言われています大変な誇りが、はいということでね、このくらいで分かっていただけましたでしょうか？高吉さん、このくらいですか？出ません私は、はい、ということです、はい、北区のみっちゃんさん、安藤さんはいろんな解説者さんとニュース番組をされていますが、はい、もし辛坊さんが毎日安藤さんの隣の席でニュース解説をすることになったら正直めんどくさそうじゃないですかそんなもん答えようがないだろそれ。いないと思う。答えようがないだろ、ね、いや、めんどくさいってことはないと思いますよ。すっごいエキサイティングだと思いますよ。いや僕もね、すごい楽しく仕事ができそうな気がする。そうですね、意外に私は
塀の向こう側に落ちたがってるんで、実は、はい、だから背中を押してくれる人が欲しいな。司会をやってるとね、司会の立場から言うと、司会は塀の中にいて、あのコメンテーターの皆さんに塀の外に押してほしいと思うわけですよね。できるだけ塀の外に押してくんねえかなと思って誘導するんだけど、なかなか最近みんな落ちないですよね。まあ本当そうですね。でも辛坊さんだったら進んで落ちてくれそうなんで害の人ですよね多分私が心の中で、こんちくしょうとか思ってることをそのまま言ってくれるような気がする。それなんです。だからそれがね、やっぱゲストのコメンテーターに、あの司会が望む、もうその最大の気持ちですよね。で、自分で俺の立場で言えるわけねえだろってお前が言わずに何を言うっていう、誰が言うっていう、そうなんですよ。だからね、そこを言ってほしくていろいろ水向けるんですけど、なかなか皆さん守り固い。それぞれの人は、そう、あのそれぞれの人だって生活ありますからね。そうですね、生活かかってるし、ね、大体のこと。なんで俺が部屋の中に落ちなきゃ、いや部屋の向こうに落ちなきゃいけないんだっていう。ああ、お二人の実現したら絶対見ちゃいますけどね。本当ですか。じゃあちょっとフジテレビの社長さん聞いてますか。ちょっとね、あの検討してみてください。僕フジテレビ昔受けに落ちたことがあるんですけど。本当ですか。その話し出すとまた長くなります。ね、ラジオネーム限りなく白に近いグレイさん、41歳の成田市の方。安藤さんといえばショートカットがすごくお似合いですが、伸ばそうと思ったことありますか？ポリシーがあってその髪型なんですか？あのまず2つあって、1つは似合わないんですよ、伸ばすと。そう、はい、もうとんでもないぐらい、もうびっくりしちゃうぐらい。じゃ伸ばされたことも、あの、ね、大学生までは長かったんです。いや、髪かき上げ女だった。かっこよさそうじゃないですか。ワンレンボデコンみたいなやつですかね。ワンレンボデコンじゃないんですけれどもこう髪かき上げ女だったんです。へ、ですごい自分ではそれが似合うと思ったんですね、はい、ところが仕事をし始めて、大学生の時だったんですけれども、そのテレビ朝日でアルバイトで仕事を し始めてから間もなくして、いろいろ取材に行くようになったんですね。で、例えばアフリカ行ったりとか、そういう時に髪の毛なんて洗ってる場合じゃないじゃないですか。ドライヤーなんてないじゃないですか。で、水も出ないところもありますし、そういう時になんかベビーパウダーみたいなの髪の毛に振りかけて、でブラッシングして、もうそれでシャンプーしたことにするわけですよ。で、そういうあのいろんな事情があって髪の毛バッサリ切ったんです。もうやってられないって思って、だからこれは自分の仕事に対する必然の形でもある。今後なんか変えてみたいなみたいな。ないですね。あの、でもお似合いですね。いつも時々、お似合いです。あの色気出してこう伸ばしてみようかななんて思っちゃうんですよ。思いますか。で、少し伸びるともうとんでもなく変なんです。あ、そうか。そんなことないと思いますけどね。まあ、驚くほどに変なんですよ。評価とまた人の評価違いますからね。なんとも言えませんが、まあ、あのお似合いです、ね。ありがとうございます。ありがとうございました。まだね、メールいっぱいあるんですけれども、はい、テーマ、あなたが選ぶ今年のニュースの顔は誰ですかというのもまだまだお待ちしております。メールは zoom@1242.com zoom@1242.com、 ハッシュタグは zoom1242 をつけてつぶやいてください。ツイッターです。ファックスは 0570-02-1242 0570-02-1242 番でお待ちしています。ラジオ、そしてインターネット、ラジコ .jp で同時生放送、日本放送、辛坊治郎ズームそこまで言うか、この後午後3時までお付き合いください。辛坊治郎ズーム、日本放送、辛坊治郎ズームそこまで言うか。 AM1242 日本放送、日本放送、辛坊治郎ズームそこまで言うか、そこまで言うか。紙面を賑わせた2014年ニュースの顔。有楽町日本放送から私、辛坊治郎と増山さやかと飯田浩司がお送りしております。今日の辛坊治郎ズームそこまで言うか、ゲストにキャスターの安藤優子さんをお迎えしてお送りしています。この後もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、紙面を賑わせた2014年ニュースの顔、ニュースキャスターとして日々の話題を切ってきた安藤優子さんと辛坊さんに今年のニュースの顔を振り返ってもらっていますが、続いては今年4月から6月の出来事です。私の不勉強、不注意、技術者ゆえに論文にたくさんの倫理が生じてしまい、理化学研究所共同執筆者の皆様、また多くの皆様に多大なご迷惑をおかけしてしまったことを
心よりお詫び申し上げます。昨日片山さんからの電話だということが分かって、まあ、電話に出たわけです。そうしましたところですね、まあ、先生すいませんと、その自分が犯人でしたということを言いまして、私もまあ一瞬まあ驚いたわけです。しかし全部自分がやったんですと。すいません、ご心配おかけしました。もう東京に帰ります。ありがとうございました。ありがとうございました。念願のね、本当に夢だった世界登録の遺産に登録になったことについては、富岡市民、私個人としても非常に嬉しいことだと思っておりますし、富岡をアピールしたいということで、ぜひお願いしたいと思います。ここで試合終了のホイッスル。日本、栗山の奇跡はならず。日本の夢が散りました。ということで、2014年4月から6月までの主な出来事を音声で振り返ってみましたが、安藤さん、まあ、それ以外も含めて印象に残っている4月6月のニュースというと、私もやっぱりイスラム国樹立っていうんですかね、国じゃないのにまず国って名乗ってるっていう部分の不可思議さと、それからそのイスラム国に参加しようっていうその若者たちが宗教とかそういうこと全く関係なく、まあイスラム国自体もこれイスラム教スニ派って言ってますけれども、宗教とは全く別のものじゃないですか、単なるテロ組織だと思うんですけれども、でもそこに参加したいっていう、例えば北大生、北海道大学の、はい、いましたよね。でもそれがどうも聞いてみますとね、究極の自分探しみたいなところに行っちゃっていて、それがそのイスラム国っていう組織と結びついてる部分が、私社会現象としてもね、すごく極めて興味深く見てましたね。この番組で実際に一緒に行こうとしたフリージャーナリストって常岡浩介さんという方が、はい、ここに2回来てくれたかな、1回電話で1回生で来てくれたから、ね、それで話を聞いたら、この北大生っていうのは過去1回も海外に行ったことがなくて、パスポートも持ってなくて、うん、もうなんか結構常岡さんクソミソに言ってたよね初めから一気のね根性のない野郎でみたいなぐらいな勢いで喋ってましたけどね、なんかどうせ死ぬなら、その何かのために死にたいって言ったって言うんですけど、何かのためにってもうちょっと世の中の役に立つことに命使ったらどうよっていう、でもそのなんか生きづらさっていうんですか、はい、よく今流行りの言葉みたいになるじゃないですか、生きづらさとか、その居場所がないとか、僕はね、それがイスラム国に結びつくっていうのが、私にとってはとても不思議でしたね。あのね、だって人を殺すことでしょ、ね、その前に自分の命も奪われかねないですけれども、人を殺すことによって自分の居場所を得るっていう、どういうことなんだろうっていう、それが日本だけじゃなくても世界中の特に先進諸国のムーブメントみたいになってしまってるっていうのがね、そんなさすがに安藤さん世界中駆け回る生活で、はい、イスラム国はまだ行ってらっしゃらないですけど、行ってませんシリアにも、私シリア一回入ったのは、はい、湾岸戦争から、ええ、帰れなくなっちゃったんですよ、私ヨルダンから。その時シリアに抜けて帰る、湾岸戦争って1990年代の初めぐらいですね、パパブッシュの時の方ですね。そうです、そうです。で帰ろうとしたらもう、もちろん日本からも救援機来ないですから、はい、当時は、でどこの飛行機、そうですね、イラクで自衛隊派遣のはるか昔ですからね、でヨルダン航空 の最後の、避難民フライトみたいのに乗せてもらったんですけど、その時も全員乗務員 もう逃げちゃった後なんで、どのタイミングで、どのタイミングですか。あれはだからイラクがクウェートになだれ込ん で、はい、でクウェートからイラクを追い出すための国連決議があって、はい、アメリカ軍がクウェートからイラクに向かって進軍、国境線で止まったのかな。どの辺、いつ頃どの辺にいらっしゃったんですか。もう私はねヨルダンにいたんですよ。でヨルダンから、ヨルダンはイラクの隣ですかね。隣です、隣です、隣です、隣ですね、はい、イスラエルとの間ですね。そうですね。で、その私たちはヨルダンで取材をしてると、イスラエルとそれからイラクの間でこう、ミサイル撃ち合うんですよ。上ミサイル飛んでくるんだ、スカットとパトリオットってありましたね。それ途中で落ちてくると大変ですね。大変ですね、大変です。でもあの時は本当空襲警報って、私初めて経験したんですよ。もちろん戦中の経験ないんで、警報を日本で経験することはないですね。そうするとみんなでホテルの地下にプールがあるんですけど、そこに蓋をしてそこに逃げて、
即席の防空壕みたいな、防空壕みたいなとこなんですけど、ね、なんか突然シャロームとか歌い出す人がいたりなんかして、いや不思議な空気でした。修羅場くぐってますね。くぐってますね。もう目張りするんですよ。ですから全部こうやって、でも本当に化学兵器を使うっていう、はい、あのことがあって、あ、ね、で化学兵器がもしその投下されたらば、うん、あの浴槽に水を常に張っていて、その中にあの身を浸していなさいと。そう、その化学兵器のその、あの空気は汚染されても、そう、空気が汚染されて自分がその皮膚とかに、はいはいはい、マスタードなんとか、ね、そうガスですね、はい、やられる感じです、はい、その効果が薄れるまで浴槽の中に身を浸してなさいっていう、ただそれしかなかったです、自分の身を守る術が。はあ、あれは怖かったです、本当に怖かったですね。ガスマスク持って取材とかできないですもんね。なかったですね、その当時は。あって防弾チョッキぐらいでしたから。安藤さん長くやってますね。長くやってますね、本当に。これ20年以上前ですからね。本当長いですよね。でもその当時の中東の空気と、でもその空気っていうのは今ああいうイスラム国みたいな過激なものを受け入れる空気だったんですかね。やっぱり中東情勢って、私あのアラブの春があったじゃないですか、はい、あれから格段にわけわからなくなってきてますよね。いいとか悪いとか別にして、うん、やっぱりあの権力がはっきり、ね、明確にあって、うん、それはとんでもない政権かもしれないけれども、それで統治ができてるところのタガ外しちゃったら、うん、あの典型的なのが東ヨーロッパが崩壊した時に、はい、ボスニア・ヘルツェゴビナのあそこはあのユーゴスラビアっていう、もともと民族も宗教もぐちゃぐちゃになってるところを共産主義のタガで固めてたやつを、共産主義崩壊した途端に内戦が始まってぐちゃぐちゃになっていくのと、今回のアラブの春は似てますよね。そうですね。リビアがあのこれカダフィ崩壊して、はい、イラクがフセイン崩壊してっていう、シリアだってあの中途半端に、そうですね、アサドを追い込んで、アサドの権力がぐーっと縮小して、そこの感激で今回のイスラム国みたいなものが生まれていくっていう、シリアとイラクをこう行ったり来たりしながら、どんどんこう武装勢力としてこう力つけていったわけですから、そういう本当に何だろう、もう今まさにね、辛坊さんがおっしゃった通り、あの絶大な権力を持ったある種、まあ、独裁者ですよね。だから北朝鮮はいいとは言わないよ、だけど北朝鮮のあのタガが外れた時に朝鮮半島どうなるのかっていう話はありますよね。全くその通りです。だからそのイスラム国ってそういう絶対的な権力者が崩壊していなくなったところを全部こう日地のように行って勢力つけてきたわけですよね。見たいな、安藤由子さんのイスラム国リポート。人消しかけんのやめなさい、僕じゃないです。人の生態模写で消しかけんのやめなさい。ちょっと違いますよ、本人です。いや、で、ただそのシリアの状況を作ったのも、実は、まあ、オバマさんのへっぴ腰っていうのもあると思うんですが、そのオバマさん、4月に実は来日しておりまして、はい、いかがでしたか。私ね、でも共同会見行きました。あのインタビューはもちろんできなかったんですけど、共同会見行って、はい、で、唯一、その、質問ができるんではないかというふうに言ったんですけれども、私ね、がっかりしたのは、本当にオバマ大統領というのは、予定調和の質問しか受けないんですよ。だから、あらかじめ用意された、あの、質問者以外は、絶対的に刺さないんですね。でも私は、もしかしたら稀に刺してもらえるんじゃないかっていう希望を持って、あの、言ってみたんですけれども。今日、あの、微妙なタイミングだから、具体名は挙げませんけれども、来週以降、具体名を挙げさせていただきますけどね。あの、今、頑張ってる、活躍してる有力政治家でも、あの、あらかじめ質問項目全部出せとかっていう人いましたよ。そうですね。そうじゃなくて、意外と、あの、大物なんだけど、もう何でも聞いてっていう人もいるし。はい、で本来はアメリカのテレビ局なんかは、私あの ABC かなんか行って下に本屋があるんで、本屋で売ってるもの見てたら ABC の放送のマニュアル本を売ってるわけですよ。結構高い値段で、それ見たら、あの基本的に政治家にインタビューするときにはアメリカの共通的なマニュアルとしては事前に質問項目は絶対出さないと、ね、それをやってはいけないんだっていうジャーナリストのマニュアル本にはちゃんとそう書いたんだけど、現実にはもう指す記者決まってて、そうなんですよ、もう指す記者も質問事項も事前に入っていて、でまたそれがこうわざとらしいんです、すごくわざとらしい、もうなんか突然あなたを指名するみたいな、はいはいはい、ボーアップとかってなんか言うんですけど、もうちゃんと質問事項も誰を当てるかも決まっていて、もう一生懸命手を挙げるんですけど、全然当たり前ですけど指してもらえず、
がっくりしましたね。そもそも名前で指すなよって話ですよね。まあでもあそこら辺が記者と自分がいい蜜月関係にあることを示すのに必ず記者のファーストネームで呼ぶんですよね。下手したらあの答えまでプロンプターで読んでんじゃないかっていうぐらいの勢いだね。ちょっとがっかりでしたね。なんかオバマ大統領ってすごくスピーチが上手っていうイメージがあったんで、安藤さん今日のタイミングで日本の政治家の悪口言えないからアメリカの政治家の悪口ここまで4月から6月の、ね、主な出来事を振り返ってみました。で、まあ、2014年で、まあ、ヒットした曲ここでお送りしたいんですが、何度かこの、ね、あのジングルでも使ってますけれども、今年の曲というとアナと雪の女王の主題歌レリゴー、レッド・イット・ゴーですけれども、うん、この曲オリジナルイディナ・メンゼルさん、日本でもメイ・ジェイさん、松たか子さん歌ってる方たくさんいらっしゃいますが、まあいろいろ迷った挙句仲良く全部あの一曲にまとめてしちゃいました。題してレリゴー、レッド・イット・ゴー、一人だけじゃダメよダメダメ、ズームスペシャルバージョンですどうぞお聞きになってくださいイディナ・メンゼルさん、松たか子さん、メイジェイさん、みんなミックスしてレリゴー、一人じゃダメよダメダメ、ズームスペシャルバージョン。山根ディレクター頑張りましたね。対策ですからね、はい、あでここで電車の情報をお知らせいたします。人身事故の影響で運転を見合わせていた東急田園都市線があざみ野と長津田の間の電車が動きまして、先ほど2時20分頃に全線で運転を再開しました。なおこの影響で大幅にダイヤが乱れています。東急田園都市線は運転を再開しました。さあ辛坊治郎ズームそこまで言うか、紙面を賑わせた2014年ニュースの顔、この後、上半期じゃない、いや下半期のニュースにズームしていきますよ。増山さん下半期です辛坊治郎ズームそこまで言うか。時刻は2時30今2分から間もなく3分にあと18秒出てそんなこと言ってる場合じゃないよね失礼しました。有楽町日本放送から私辛坊治郎と増山さやかと飯田浩司がお送りしております。今日の辛坊治郎ズームそこまで言うかはゲストにキャスターの安藤優子さんをお迎えしています。この後もお願いよろしくお願いいたします。ありがとうございます。なんか2時間ね、フルで付き合っていただいてありがとうございます、俺なら断ってね選挙前日にこのクソ忙しいのに冗談じゃねえよっていうね、ありがとうございます。紙面を賑わせた2014年ニュースの顔、いよいよここからは、下半期に移ってまいります。まずは今年7月、なんでその上半期と下半期で噛むかな、一応なんかね下半期ね、そう下半期ですよ。なんか下半期どうしても言いたくない理由があるのそんなことないですよ、下半期です。まずは今年7月から9月の出来事です。下半期っぽいピンという大きなカテゴリーに比べたら政務省再生の活動と報告の、ね、折り合いをつけるっていう少子化問題公演飛鳥被告逮捕からおよそ1ヶ月半、今東京湾岸省の正面玄関の前に姿を現せました。スーツ姿です。学校ドラッグの供給を遮断し、その需要を根絶していかなければなりません。あの小中学生の情報も含みますですね、少なくとも780万件に及ぶ個人情報が流出したこと、そしてそれが半年にもわたってですね、その事実が把握できなかったこと、極めて遺憾である。まあ、あの現場のところにですね、遺書のようなものが3通あったというふうに聞いております。例えば大方さん宛てに、あるいは CDP 宛てにっていうのは、まだそこのところは我々としてはちょっとお答えできる状況ではないので、ご勘弁いただければと思います。命令違反で撤退の表現を取り消すとともに、読者および東電の皆様に深くお詫びを申し上げます。長野県、岐阜県の県境にございます、御嶽山では、本日27日の、11時53分に、噴火が発生しました。ということで4月から9月まで下半期主な出来事を振り返ってみました。安藤さん、印象に残ってるニュースというと、はい、あの御嶽山の、ね、噴火ももちろんのことなんですけれども、うん、やっぱり佐世保で女子高校生がやはり同級生を、はい、それもしかも仲の良いあの同級生を殺害する、うん、かなりその
ひどい方法で殺害するという事件が起きたじゃないですか。で、佐世保では以前もやはり小学校6年生の子が同級生を殺害する事件が起きていて、であれも私も随分取材をしたんですけれども、以降こう命の教育が行われてきたわけですよね、うん、じゃあ命の教育何だったのかっていう、その繰り返されたっていう意味では、ね、あるこれ精神科医の先生がおっしゃってたんですが、命の教育って逆効果だって言うんですね。逆効果、つまりそんなに大切なものだったらば、いつかぶち壊してみたいっていうような、その反作用を生んでしまう可能性があるっていう、だからそこら辺のやっぱり精神科医の専門家の方たちがもっともっときちっとこういうものを分析して声を上げていかないと、根深いなっていう、繰り返されるんだなって、命の教育がダメなんて誰も思わないですよね。そんな大切なものだったらっていう、それを壊してみたいっていう、どっかにそういう欲求が生まれてしまう可能性があるんですって、っていうことを聞いた時に、私はなんか立然とする思いがしたんですけれども、この事件自体の根深さっていうか、ね、はい、事件前にこれ精神科医がこのまま放っとくと人を殺しかねないって精神科医がわざわざ児童相談所に通報するって、やっぱ尋常な事態じゃなかったんでしょうね。ですよね。やっぱどっかで止められなかったかなっていうことで、はい、これお父様もその後自殺されてますからね。そうなんですかね。なんとも救いがない話ですよね、これ。まあ、子供が放置されたりとか、そういう事件が非常に多くて、まあ、この事件も含めて児童相談所の役割っていうのがかなりクローズアップされた年でもあるかもしれないですけど、強制的に何か方法があったのかどうなのかっていうのはどうお考えですか、ね、児童相談所って何かと批判の矢面に立たされるんですよ ね、 ね、うん、確かにあの時こうしてればっていうケースはたくさんあると思うんですよ。でもやっぱり現場を取材してみると、例えばほら、子供がいなくなっちゃったにもかかわらず、児童相談所の立ち入り調査の時に、人形を寝かせていて、その上から布団をかぶせていたっていうケースがありましたよね。じゃあ、どこまで踏み込んでって、布団を引っぺがして、見るのかっていうところは、やっぱりその相談所自体が、そういうふうな強制権を持った調査自体に慣れていないから、どこまで踏み込むべきかっていうことに、やっぱり現場に行った時にすごく躊躇する。昔に比べると、だいぶ権限は拡大、強化されたとはいうものの、実際現場で、やってるのは、法律じゃなくて生身の人間ですからね。生身の人間がどこまでできるかっていうと、あとは勘に頼るしかないっていうところがあると。だいつもだからそれをやってればっていうふうに、そうです、特に私たちメディアもそういうふうに言いがちなんですけれども、実際のところ、例えば一人で、児童相談所がどのぐらい一人で、相談員が案件抱えてるかっていうと、もう100件ぐらい抱えてたりするんですよ、一人頭。そうすると、全く手も回らないし、っていうような現実があって、圧倒的に人手不足の現場でもありますよね。まあ、これ殺されちゃった女の子は何の落ち度もなくて、たまたま友達だと思って行っていきなりですからね。なんかその事前にトラブルがあったとか、感情的ななんかもつれがあったとかっていうのと、全然なんか次元の違うやりきれなさみたいなものが付きまといますね。これやっぱその本人の立場に立ったらとか、親の立場に立ったらとか考えた時に、こんなにやるせないというか、許せないというんじゃなくて、やるせないというかですね、もうどこに怒りを持ってったらいいのっていう、はい、でも最近そういう事件が私増えてる気がするんですよ。つまりなんか脈絡があって、なぜだっていうところの答えがある事件がなんかどんどん少なくなっていって、例えば危険ドラッグを吸引して事故を起こして人を引いてね、殺してしまうっていうのも、あんなの答えがないですよね。どこにも、どこにもない。昔のようにお金がなくてご飯が食べられないから盗むとかね、はい、お金が欲しくて強盗するとかっていう、比較的そのからくりっていうか構造が分かって、これは逆にここをこうすればそれは防げるとかっていうのが全然見えてこないんですよね。これで言ったら、この9月にタイで、すっかりニュースとして消えてしまいましたけど、24歳の日本人男性が、なんか1000人の子供を作る計画って言って、それも、なんか、現地の人と性交渉をして、それで子供を作るとかっていうんじゃなくて、
体外受精で精子だけ提供して、卵子をまた別のところから買ってきて、子宮もまあある意味買って子供だけどんどん作るっていう、聞いたことのないような歴史的前代未聞で、でその後報道ピタッと止まっちゃったのこれ。そうですね。確かに全然情報ないですね。これなんで？なんでだろう。子供たちもどうしてんの？親子関係にあんまりギーギーはない。つまり犯罪性はない、犯罪性はないがないっていうこと。じゃあこれ犯罪じゃなかったら何してもいいのか。これ生まれてきた子供の立場に立っちゃ、はい、親父は精子出しただけで、母親は産んでくれた母親は単に子宮化しただけで、遺伝的な卵子の提供者はどこの誰か分かんないってものすごく不安定な気持ちになりますよね。だからもう父親としての姿勢とか父親としてのその立場とか愛情とか、そういうのは全く放棄してる、最初から放棄してるわけじゃないですか。そうですね、手を離してるというか、だからそこでもって子供を作るっていう作業だけが残ってるわけですよね。だから親子関係としては私はありえない、ありえないというか認められないものだと思いますよ。全然犯罪性はないかもしれないし、その人の精子とどこかの卵子かもしれませんけれども、その人の子供だっていうふうに認めてしまうっていうのは、ね。そうですね。その犯罪っていうのは法を犯すことだけど、その前の倫理の部分で許しがたいものがあると。このとこ一体何考えてるのか、ちょっと飯田君。はい。聞きに行こう。タイまで行きますか。いやいや、どこにいるの？今どこにいるんですかね。カンボジア、カンボジア国籍だから、カンボジアか日本でしょう。広いですよ、カンボジアも。ちょっと、そんなあんたね。気になるニュースまだまだありますから、この後10月から12月までズームします。AM1242 日本放送、日本放送、辛坊治郎ズーム、そこまで言うか、そこまで言うか。紙面を賑わせた2014年ニュースの顔。スペシャルウィークの辛坊治郎ズームそこまで言うか、ゲストにキャスターの安藤優子さんをお迎えしてお送りしています。紙面を賑わせた2014年ニュースの顔、いよいよ最後になります。今年10月から12月の出来事です。2014 Nobel Prize in Physics to Professor Isamu Akasaki at Mayo University, Japan. Professor Hiroshi Amano at Nagoya University, Japan. And Professor Judy Nakamura at University of California, Santa Barbara, USA. ね、母島の方に10隻ほど、父島の方には1隻いるというふうに聞いてます。ケンさんいくつだった？83歳で、トロケンさんが亡くなったの。いつあら、つい先ほど入ってしまった。すごい寂しいですね。グランドスラムベスト4に入ることが一つ掲げた目標だったので、それを大きく超えて達成できたっていうのは嬉しかったですね。この優勝は特別ですね。この大記録にね、恥じないよう一生懸命やっていくことが今後の私の目標と、皆さんに恩返しという言葉が一番似合う感じね。いやーねー、だんだんいい方がいなくなっちゃうのね。僕ももう60なんで、僕らの青春時代の看板スターですからね。これは残念ですよね。10月から12月までの主な出来事を引きこもごもというところでしたが、安藤さん印象残ってるニュースというと、直近ではあれですよね、ノーベル物理学賞、はい、日本人3人受賞という、ねえ生活にこれだけ密接に関わっているものがノーベル賞を取るっていうことが私はすごく、そうそう、大体ね、毎年ノーベル物理学賞とか科学賞とか聞いてもね、わけわかんない。確かに。トンネル理論なんじゃそりゃ。よくわかんない。全然わかんない。これわかりやすいよね。本当わかりやすいですよ。地にもあるっていう、ね、皆さんの生活に役立つっていう、そこがやっぱり今回のノーベル物理学賞の良かったところかなと。中村教授のぶっきらぼうなところが賛否読んでて面白いね。結構週刊新潮かなんか叩いてたりなんかしてね。記念写真で終わらないです。そうそう。で、メダル、メダルどうですか？ただの金属です。確かにそうだけどね。いやいや、なかなかあんまり聞かないよ、こういうノーベル賞の受賞で。そうですね、普通お世辞じゃないけどさ、なんかさ、嬉しいですとかさ、この重みがどうのこうのとか、ただの金属です。初めてじゃねえか、これ、ノーベル賞もらって。そうですね、確かにね。
それはまあそうなんだけどそれを言っちゃおしまいよというね。いやいやいや、そのぐらいの人じゃないとノーベル賞なんか取れないんだよきっと。分かんないけど。でも天野教授はね、はい、すごいいつもニコニコ。天野教授ね、天野教授の奥さんがファンキーでいい。ファンキーですね。かすみさん。だけどね、つくづく思ったね。あそこほら娘さんが京大の今 大学院でしょ。ほうで息子さんが、東大でしょ。ね、そうするとさ。まあ確かに教育は環境も家庭環境大切だよ、うん、ね、やっぱりあの家庭環境がの問題で、うん、あの進学できなかったり勉強する機会があの得られない子はかわいそうだけどさ、うん、それはなんとかしてやらなきゃいけないけど、うん、でもよくほらなんか親の所得がいくらだと子供が東大行くみたいなやつあるじゃない。それ違うんじゃないかそれ違うここから先は言わないけどさそんな限りなく匂わしといてここから先は飯田君が言うんだよ。やめてくださいちょっとそんなお父さんが頭いいとさみたいなそうそうそこだろうみたいなそれ所得じゃないんだろう比べるところはっていうそれこそそれを言っちゃおしまいよの世界です。そうですよ、努力でなる場合ねありますからね。でもほら徳島大からね地元企業に就職してそっからノーベル賞っていう中村さんみたいな例もあるんですから、はいはい、徳島大学はですね旧国立一期なのにですね、飯田君が二期って言ったもんだから炎上して大変だったんですこの番組であ大変失礼いたしましたあ俺か言ったのそうですか本当に、まあ、他にもいろいろありましたけれども、ね、はい、高倉健さんが、ね、亡くなって。そうですね、高倉健さん先生の健さんにお会いになったことは あります。あ、そうですね、はい、私ないです。あのいろいろあの物をいただいたりとかもしました。どんな方だったんですか。うん、私の印象はあのすごくよく喋る方。だから世間ではほらこう寡黙ってすごく言われてる。不器用ですから。でそういう面ももちろんそうなんだと思いますけれども、なんかすごくよく喋る明るい陽気な方、お茶目な方っていう感じがすごくします。ですごく日本の男って感じがするじゃないですか。でも私は反対に舶来な感じがするんですよ。はうん、すごく背も高くて、あの普段着てらっしゃるものなんかもすごくそういう意味であの洗練されていて、究極のこうおしゃれみたいな、ダンディー紳士って感じです。はい、だからすごく私はなんか洋風和風って言ったらいいんですけども、洋風がイメージ。あまり表に出てこないプライベートでは海外なんかよく行ってらしたみたいですね。ですね、あのスペインの闘牛なんかもすごくお好きだっておっしゃってましたし、いつも花巻温泉に入ってるわけじゃないそうそうなんで花巻温泉なんだよやっぱりあれはスクリーンのイメージ、イメージで、だからそれをまた貫かれて、ね、プライバシーをこう固くなにプライベートの部分は見せられないっていうのはすごい素敵ですよね、うんうん、やっぱりスターですね、スター、スターですね、うん、本当に。一方で菅原文太さんの方は、はい、まあお亡くなりになる前は結構社会的な活動もされてたっていう、ちょっとね対照的に見られることもありますけれども、ね、2人のスターが。でも菅原文太さんのところのトマトが美味しいって好きです。あ、そうなんですか。はい、のね、2つの種を残したっていうふうに奥様が最後手記出されてましたけど、はい、1つはその無農薬の美味しい野菜を作ることなんだと、はい、うん、そんなに美味しいんですか。いや、美味しかったですよ。私はいただいたんですけれども、あの無農薬でやっぱり味がすごく古い昔の凝縮されたトマトの味がして、ちょっと青臭いような、だから今のなんか甘いだけのトマトとはちょっと違った、はい、ちゃんと種をまいてらっしゃいます、ね、文太さんの番組呼んでもらったんだけどな。そうでしたね、トマト食わしてもらわなかったもう一回議論しましょうって言ってたんだけどね。言ってたかな。そうだな。そうですよ。ここまで締めを賑わせた2014年ニュースの顔、安藤優子さんと今年振り返ってきました。え、もう終わりですか。が、そうなんですよ、明日大きな仕事安藤さん待ってますので、はい、改めて2014年、一言どんな1年だった、ちょっと締めちゃうの早いですけど。いやー、怒涛ですね。最後にすごいどんでん返した。私本当にはっきり言って選挙になるとは夢にも思ってなかったので。そうですよね。もう最後の最後にどんでん返しというか、はい、もう思いもよらなかったことが待っていたっていう、そういう年
はいですね、じゃあその選挙特番したフジテレビ、はい、ぜひご覧になってください、はい。何時からスタンバイで、何時から放送ですか。スタンバイは午前11時ぐらいからスタンバってますけども、女性が続々出口調査の第一歩ぐらいが入ってきますね、はい、もうそうですね、19時58分から放送はいたしますので、はい、ザ漫才の後ですので、あ、なるほど、私たちはザ選挙、はい、ぜひご覧になってください。長い間本当にお忙しい、本当にありがとうございました。ありがとうございました。安藤優子さんでした。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、辛坊治郎と増山さやかと飯田浩司がお送りしてまいりました、ね、今日も皆さんたくさんメールを寄せいただきました。ありがとうございます。今年の顔、はい、いろいろ寄せいただいてます。いろいろあったんですけども、シェリーさんがどうもこんにちは、お邪魔します。よろしくお願いします。やだ、私のテーマ曲をかけていただいて、これ、あ、そうなんですか、違うんですけど、なんかシェリーっぽくないですか。いや、これは私がやってる大阪のねスマタンというローカル番組のテーマ曲、これなんですよ。あ、そうなんですか。そうか、はい、やっぱり意識してますね、シェリー、ありがとうございます。もう恐縮です。相変わらずお綺麗で、あ、ありがとうございます。今日化粧してるんですよ。あれですね、初めてる。なんで、あ、わかった、なんだっけ、ほら今日来るゲストの人、池上明さん来るんです。宣伝にいらっしゃったんですよ。ファンデーションのついた、汚れのついた T シャツかなんかもらってたじゃないですか。そうなんです。この後ですね、私日本放送シェリーゴーラウンド、サルもシェリーもわかる池上明の2015年世界はこうなるという送りするんですけど、これ大丈夫ですか。ちょっと興奮しすぎたんです。興奮しすぎた。やっぱ綺麗だわ。池上明さん来るんですよ。すごいですね、生放送。それあれ、テレ東のコネで、そうです。ちょっとそれザラッとしたとこ触れんでやめてもらって。なんでザラッとするの。仲良くなっといて本当に良かったなと思う瞬間です。本当だよね。池上明さんなかなか出てこない。私池上明さん、生池上明見たことないんですよ。そうなんですか。そうなんです、見たことないんですよ。いや、ところがね、私今日3時飛び出しなんですよ。そうなんですね。ちょっとね、よろしく言ってください。あの、大ファンだって言っといてください。わかりました。そうなんです。まあね、あの選挙開票ありますけれども、その直前ということでいろいろ選挙についていろいろ伺ったりとか、はい、某局で特番だよな。そうですよ。今日すごいね、明日の特番のキャスターが2つの番組連続してきちゃうっていう、すごいことになってますね。辛坊さんも含めね。なんか、え、安藤さんもシェイさんの番組の頭お出になる？どうなんでしょうね。ちょっと、あ、そう、ちょっとね、出られないということね。でも、出られない、まあ、いろいろ打ち合わせとかあるんでしょうね。あ、そうなんだ、大変なんだ。そうなんだ。え、池上さん何時から出てくるんですか。この後3時から生放送なんですけれども、辛坊さんたくさんお話したいと思いますけれども、もうそろそろ時間なんです。そうなんです。あと10秒、辛坊治郎ズームそこまで言うか。今回のお相手は辛坊治郎と増山さやかと飯田浩司とシェリーでした。皆さん素敵な週末を。Within the city, 絶え間なく息づく街の中でニュースが生まれる。ニュースティミュレーション、あなたを刺激する土曜の午後。 Listen and rediscover 日本放送辛坊治郎 Zoom そこまで言うか。12月13日土曜日、時刻は午後1時を回りました。こんにちは、辛坊治郎です。こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。増田さん大変ですよ。増山さやかです。間違えないでください。ほう、ね、一郎さん、なんで二郎さんいないんでしょうね。今日は2週連続で、2週連続でね、二郎です。しかも大事な日なんですよ、衆院選直前スペシャルで。我が番組はニュースキャスターの安藤優子さんをお迎えするでしょ。でこのあと3時からシェリーさんのところには池上明さんいらっしゃる。我が番組のもうメインのもう有望な辛坊治郎さんの姿が見えない。いやー、これはですね、増田さん、増山さやかです。尻尾を巻いて逃げ出したに違いありませんね。逃げちゃったんですかね。そんなわけはないということで、いつも通りまたラジオカーで日本放送に必死で向かっております、はい、じゃあ辛坊さん呼んでみましょうか。辛坊さん、あんたたち2人揃ってバカにするんだよ。本当にバカにしてんだ、増山さん。いいですよ、そんなことないです、もうすでにでもね、おかげさまであのドライバーさんが順法精神であの制限速度ギリギリで頑張って走ってくださいましてですね、はい、今は有楽町 の, あのビッグカメラの前ぐらいです。おもうすぐそこから降りて走ってきてください、ね、あ、目の前なんかすごい綺麗な白人の人が2
自転車乗って、あ犬の散歩だこれ。すごいな、自転車乗って犬の散歩これ。ああいうことでございまして、もうそこで車降りて走ってきてくださいよ。あ、まあそうですね、早くいらして、安藤さんもういらしてるんですか。すでにいらっしゃってますんで。あらま、あちゃ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 、それはまずいな。じゃあ今からネクタイ締めていきますから。いや、ちょっと待って、締めなくていいから早くて。お待ちしております。よろしくお願いします。さあ、総選挙直前、今日の辛坊治郎ズームそこまで言うかは、ゲストに安藤優子さんを迎えして、第一の矢、第二の矢、2本のスペシャル企画でお送りします。まず第一の矢は、選挙特番を100倍楽しく見る方法、ということでね、安藤優子さん、それから読売テレビの選挙特番にも出る辛坊さん、安藤さんもちろんフジテレビの選挙特番担当されますからね。ライバルですね。そうですね。まあ、選挙当日のテレビの見方が楽しくなる方法などを伺っていきます。第二の矢は、紙面をにぎわせた2014年ニュースの顔。いろいろいらっしゃいますよね。おぼかたさん、サムラゴーチさん、号泣が。それも真似しなくていいです。いろんなニュースの顔が紙面をにぎわせましたが、まあ、今年も残すところあとわずかです。ニュースキャスターとして日々の話題を切ってきた安藤優子さんと辛坊治郎さんに今年のニュースの顔を振り返ってもらいます。で、2014年ニュースの顔も登場しちゃうんですよ。ゴーストライター騒動で一躍渦中の人となりました新垣隆さんにも生電話しちゃいます。楽しみですね。だんだんちょっと似てなくなってきましたよね。えラジオの前のあなたからのメッセージもお待ちしていますよ。テーマは、あなたが選ぶ今年のニュースの顔は誰ですか。まあ、ご存知のように今選挙期間中ですからね、政治家周りの話題はちょっとなんとなくこうセンシティブな雰囲気に神経質になっちゃって、公正中立にバカにしてますよね。そういった事情を察しの上、今年のニュースの顔をこう、ね、送っていただきますとスタッフ一同大変助かりますので、お待ちしております。もちろん今日のゲスト安藤優子さんへの質問もお待ちしています。メールはzoom@1242.com zoom@1242.com ツイッターはハッシュタグズーム1242をつけてつぶやいてください。ファックスの方は 0570-02-1242 0570-02-1242 番です。ラジオ、そしてインターネット、ラジコ .jp で同時生放送、日本放送、辛坊治郎ズーム、そこまで言うか、この後午後3時までお付き合いください。クリスマスまでもあと10日ほどになりましたよね。一郎さんご予定は？仕事です。2014年もあと2週間ちょっと。今日の放送では今年1年間を振り返ります。さよっか。ポール・マッカートニーでワンダフルクリスマスタイム。日本放送、日本放送、1242日本放送、辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。時刻は1時11分に今ちょうどなりました。有楽町日本放送から私、辛坊治郎と増山さやかがお送りしています。辛坊さん、間に合いましたね、ここの時間にね。あんたたちよくあんなに人のことをバカにできるよね。毎週一緒にやってんのに。そんなんだよ、飯田君。モノマネはリスペクトですよ。リスペクトだよ。まあ、とりあえず今日は安藤優子さんに免じて、はい、お二人は許しましょう。よかったです。それにしても、はい、私、実は生まれて初めてなんです。もう、安藤優子さんと同じ空気を共有する時が来るとはね、夢にも思わなかったです。じゃあ、改めて。ありがたいことであります。ネクタイしてますからね、いつも違って。これ、この番組でネクタイしてきたの、今日が初めて。初めて見ますよね。番組開始以来初めて。なんで増田さんの時ですら一回もなかった。なんでなんでって安藤さんに会うからに決まってる。改めてご紹介いたしますよ。スペシャルゲストです。フジテレビのニュース番組の顔といったらこの方、キャスターの安藤優子さんです。よろしくお願いいたします。本物だ本物だ本物だ素人のおじさんだけじゃないですか。いや、私ね、安藤さんってなんとなくイメージで言うと、はい、どっか局原出身のようなイメージがずっとあったんですが、局原だったことは一回もないんですよね。一回もないです。私学生の時にアルバイトで、はあ、テレビ朝日の仕事を。アルバイトでテレ朝から始まったんですか。はい。何の番組でした。
誰も知らないと思うんですが、ええ、世界に飛ぶ違ったかな80最初の番組覚えてないですか、はい、いやそんなもんでしょう誰も知らないこと世の中にたくさんあるんですよ私も誰も知らないと思いますけどね、はい、去年ちょっとあの、太平洋弾に失敗してですねクジラに、その話はもういいもういいすいません、そうですか。え、じゃあ、あのメジャーになられたのはどの番組あたりからですか。どれがメジャーなんでしょうかね。何なんだろう。私は最初に その学生の時のアルバイトで、入った時には今世界はっていう番組をやったんです。で朝日新聞 の解説委員の方と組んで、隣に座ってるだけの仕事です。座ってるだけ。まあ、はい、当時はそういう時代だったかもしれないですね。もう全くそういう時代ですよ。はい、もう何にも言わないんです。ただうなずいてニコニコしてる。はい、ニコニコしててうなずいてるだけでいいなんて飯田君羨ましいなラジオじゃならそうありたいなラジオじゃ無理ですから無理だなそうだなニュースステーションなんかにもねお出になられて、それはまだずっと後で、後その次にテレビスクープっていう番組をやったんですけれども、ね、それがニュースステーションの前身の番組になったんですけれども、はい、そうですか。あれじゃあ富士の番組やるようになってからはまだ26、7年。まだ26、7年。えっ、ということは何ですか、安藤さん小学校の頃からこの仕事してるんですかそうなんですよね、計算上はそうなんですけど、はい、びっくりですよね。びっくりですね、はい、で明日あれですよね、報道特番というか選挙特番のキャスターですね、はい、やらせていただきます。選挙特番のキャスターやる前日にこんなとこ来てていいんですか本当に、ね、申し訳ない、すいません、そんなことないです。今日だって情勢分析だの事前の打ち合わせだの大変でしょ、結構、でも全部こう覚えて頭に入れようとしても無理、まあ、295小選挙区全部情勢頭入れるのは無理ですね、もう全く無理なので、できる身の丈に合ったところでやっていきたいと。身の丈という言葉が安藤さんから出ましたよ。謙虚ですね。本当そのあたりも含めまして、身の丈ほど頭を垂れる稲穂かな。本当に自信臭いな。二人で声合わせなくても。はい、行きますよ、はい。本題の方に移らせていただきたいと思います。はい、安藤優子さんをお迎えしてお送りする最初の企画こちらになります。選挙特番を100倍楽しく見る方法。総選挙の投開票日となります明日、安藤さんはフジテレビの選挙特番 FNN 衆院選2014雑選挙日本を喋り倒すにご出演で、辛坊さんも読売テレビの選挙特番、まあ、ローカルですから関西でしか見られませんけれども、はいはい、まあ、ぼちぼちやってます、はい、フジテレビ横でチラチラ見ながらフジが頭角出したらじゃあうちも出そうかこれ先に頭角出すとね、外すと偉いことになりますから慎重に、もう総務省にどうなる呼びつけられてえらいことになっちゃいますね昔は頭角の打ち間違いよくありましたけどね、はい、最近はもう絶対タブーですよね。でも某局を見て万歳をするとダメっていうジンクスもあるらしいですよ。ダメなんですか。それが意外に誤報だったりする。ああ、某局ってどこですか。いやー、なかなか私の口からは申し上げられませんがあ、NHK ですか。いやテレ朝ですか。そのものずばりちょっとでもそういう業界の人たちだけのなんかジンクスみたいなものも結構ある、まあ、やっかみ半分なんですけど、なんであんなに早く頭角出せるんだろう、でもそれが間違ってたらほらねってなっちゃうわけですよ。昔はね、全局 NHK も含めて全局頭角打ち間違ったことありますからね。全局で、はい、それからあの某あの政権に呼びつけられてですね次お前らな、頭角打ち間違えたらな、放送免許取り消すから、これは分かっとんのかボケって言われてそれから分かりやすさって言って、今なかなかほら頭角出さないです。本当そうですね、頭角なかなか打たないです、はい、その代わりにあの出口調査で、議席の予測で、まあ、だけどあれだとね、8時の瞬間に議席が与党何議席、野党何議席、それでみんなやめちゃう。昔みたいな、だんだん一つずつ議席が開いてっていう、はい、あのドキドキ感みたいなものが今の選挙特番なかなかね、でも出口調査も聞かれたことあります？私ないです、一度もないです。私も一度も聞かれたことないんですよ。聞かれてみたい。あ、私ありますよ。ありますか。あります。うん、私ありますけど、あのこれ今基本的に聞きに来ないわね。あ、ね、そうですよね。テレビ出てる人だなってなっちゃうんですよね。
や、あれをだから出口調査の数字をいろいろ勘案するわけですよね。そうそう、だからね、調整するんですよ。一時昔は、今はよく分かんないですけど、特定の政党は支持者の皆さんに本当のことを言うなって言って指令を出しているようなケースがあって、そうするとそこの党だけ票が出ないんですよ。で1回目2回目やってくると、あ、これは組織的に票を動かしてんなっていうか、その口裏合わせてんなって、だからその出てきた生数字に一定の乗率をかけて予想していくっていう、今もう結構このノウハウ確立してますから当たるようになりましたよね。そうですね。でも最終的には政治部長のそう、当確って気合いですから。気合い、読売テレビなんか当確担当デスクってのがいて、はい、政治、要するに政治部長、まあ、東京は政治部ってのがありますから、はい、関西は政治部がありませんから、それに、そんなに偉い人が最終責任者にしとくと、そいつの間違った時首飛ばさなきゃいけないから、別に担当責任、まあ、なんかあったらこいつの首だけ飛ばしとけ、みたいな。かわいそうな。人見ごくみたいなのが。かわいそうですね。そうなんです。最終的に、だからその、政治部長なり判断する方のプラス2とかプラス1マイナス2っていう最終的な決断で数字が決まるんで、議席予測、そこのタイミングの違いが当確打つ各局の違いにも、まあ、そういうことですよね。へ、結構ドキドキですよね、舞台裏はね。もう最近命がけですよ。昔みたいに、まあ、間違っちゃったらしょうがないかっていう時代じゃないですから。本当です。今間違えないか、間違えると大変ですから。はい、でも間違っちゃいけないっていう報道ってすごく難しいですね。まあね、そうですね。間違っちゃいけないんですけど、なんか間違っちゃいけないことばっかりに聞き取られてると、選挙ってある意味どっかでお祭りでもあるわけですから、ちょっとなんか世知辛いなって感じもしますけど。するする。するする。でも私たち視聴者がまあこうね、テレビを。私たち視聴者だったね。私たちっていうか、いつから視聴者になったんですか。テレビでね、本当に選挙特番を見てるときに、はい、すごくこう、疑問に思うのが、まあ、キャスターの方々が、こう、当選された方、それからまあ、そうじゃなかった方に、こう、質問いろいろぶつけるシーンなんてありますよね。はい、で、結構そのやりとりで、相手の方が割と感情的になってしまって怒ってしまったりなんていうシーンなんかも、おおと思って食い入るように見たりするんですけど、はい、ああいうのってあらかじめこう、なんて言うんだろう、演出を考えたりとか、質問を考えたり、辛坊さんは、多分わざとやってると思います。いや、そう私はもう、穏やか、ね、人に喧嘩売らないという、仲良く、みんな仲良し、お友達いやいやいや、そういうんじゃなかった。安藤さん、なかなか鋭いですよね。私は、人間として、やっぱりこう、いい人になりたがっちゃうとこがあるんですよ。そんなことないでしょ。いや、自分との戦いです。だから、もうなんかいい人になっちゃいたい自分との戦いですよね。すっごい嫌な女になるか、すごくいい人になるかっていう、そのギリギリの境界線を行ったり来たり行ったり来たりしながら。そうなんです。安藤さんなんかは、やっぱり東京でちゃんとやってるジャーナリストだから、やっぱバランス考えながら喋るわけですよ。で、我々大阪の際もんだから、ね。だからテレビなんて面白ければいいとしか思ってませんからね、はっきり言って。ゆうちゃなんだけど。どんだけ面白くするか、面白くてなんぼですからね。その点はやっぱり関東のちゃんとした人たちとは違うなっていう感覚はあります。そこへ行くと一個、その二人にお聞きしたいのが、はいはい、池上彰さんですよ。この後番組出るんですけど、池上さんですか。池上さんのあのやり、改めて我ら薄い関係だったなってつくづく思うんだけど、でも天才でしたね。天才、はい、あの人の、僕が初めて屋敷隆人というのが1988年に大阪でローカル番組のワイドショーの帯をやったんですよ、はい、その時私暇だからアナウンス部でその番組を午後ポーっと、だいたい午後、当時アナウンサーなんて、ローカルのアナウンサーって1分ニュース読むぐらいしか仕事がないんで、あれじゃ来てぼーっとテレビ見てたら、すごい人出てきたなっていう、テレビでここまで言うかっていう、あ、テレビってこんなに面白いもんだったんだっていうのを最初に教えてくれた人です。はい。晩年やっぱりちょっとね、実はほとんど音信が普通になっちゃったんで、はい。私も純愛読みましたし、はい。いろんな人に、で、どうなのって聞かれるんだけど、おおむね別に純愛で書いてあることは間違いではないですよ。これは私の知る限りは、若干事実誤認があるかなと思うところは、後から思えばですね、読み飛ばしてるところは再度読み返してみたら、あ、これちょっと今言っちゃっていいのかな。いいですそこまで言ったら、最初の冒頭、純愛の冒頭にね、最後にさくらさんって奥さんが挨拶してるときに会場の中から怒鳴り声が聞こえたっていうのがあって、本の中では
お嬢さんが怒鳴ったことになってるんですけど、はい、私あの時司会に立ってました、うん、ではっきり言って誰が怒鳴ったかは分かっないんだけど、お嬢さんで誰が怒鳴ったことは間違いないです。だけどお嬢さんじゃなかったと思う。私の知る限り、あの高尻さんの実のお母さんが車椅子で来てらして、お母さんがなんか叫ばれてるなっていう私は印象だったんだけど、だけどこれ実確認してません。私の素朴な印象ですけど、だけどお嬢さんではなかった。怒鳴り声があったのは間違いないっていうことで言うと、あの本の頭に書いてあるお嬢さんが怒鳴ったっていうことに関して言うと、これは違うのかもしれないなって言ったら、今週週刊朝日で、はい、お嬢さんのコメントかなんか出てて、であれは私じゃありませんと、っていう話が出てて、私はその通りだろうな。だけどそれは多分ね、お嬢さんは、いや実は自分のおばあちゃん、高尻さんのお母さんが叫んだっていうのは知ってるんだろうけど、それは娘の口からは、孫の口からはそれは言えないよねっていうんで、お嬢さんは黙ってるのかなっていう感じがする。で、そういう細かいところに違いはあるけれども、おおむねは間違ってないと思うな。と思いますよ、私の印象で言うと。こんな細かいこと言い出したら5時間かかりますけど、どうしますか。分かりました。5時間かかっちゃうようなので、この後はゴーストライター騒動で日本中を騒がせました、新垣隆さんに生電話をいたします。AM1242 日本放送、日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、そこまで言うか。紙面を賑わせた2014年ニュースの顔。サムラゴーチさんが世間を欺いて曲を発表していることを知りながら、支持されるまま曲を書き続けた私はサムラゴーチさんの共犯者です。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、今日は紙面を賑わせた2014年ニュースの顔と題してお送りしていますが、今2月6日の記者会見の音声をお送りしました。あの耳が聞こえないハンディを持ちながら作曲活動を行っているとしてきたサムラゴーチさんのゴーストライターであると公表、私はサムラゴーチさんの共犯者ですと謝罪して紙面を賑わせた作曲家の新垣隆さん。安藤さんも記者会見もちろんご覧になったと思います、はい、お話しした息を詰めて見てましたが、もちろんお会いしたことは一度もありません。そうですか、はい、あの記者会見からも10ヶ月経ってますけれどもね、今日はお電話でのご出演になります。じゃあ辛坊さん呼びかけてください。あのこんにちは、新垣さんでいらっしゃいますか。はい、どうもこんにちは。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あの日本放送のスタジオから私あの辛坊治郎とですね、ね、あの目の前に安藤由香さんいらっしゃいますので、よろしくお願いいたします。安藤です。よろしくお願いいたします。はあ、どうですか、だいぶいろんな意味で落ち着かれました。あ、はい、あの今はそうですね、少し落ち着いたと思ってます。今だいたい1日のうちどのくらいの時間を作曲、はい、音楽活動に当ててらっしゃいます。え、もう時間がある時はもう譜面を書いて演奏してという、そういう毎日です。ああ、ということは音楽家としては、はい、騒動を乗り越えて今結構充実してらっしゃるって感じですかね。はい、いろいろ声をかけていただきまして、うん、多くの仕事をさせていただいてます。ちなみに、はい、もともとあれですよね、現代音楽の作曲家でいらっしゃって、はいはい、クラシック風といいますか、はい、いわゆるサムラゴーチさんの設計図とかっていうんで、はい、こんな感じの曲って言って作るクラシックっていうのは、はい、新垣さんがもともと目指していた音楽ではないんですよね。一つのこう芸術作品として自分が世に問うといた場合のスタイルではないというところだったんですね。どうなんですかね、そういう方からすると、いや実はクラシック音楽に真似たようなものを作るのなら割と簡単にできると、ただ本当に自分がやりたい音楽っていうのはもっと違う次元の高い難しいものなんだっていうような感じなんでしょうか。そのあたりがちょっと我々素人全然わかんないんですけど。そういうことではないんですね。もちろんいろいろなスタイルとか形、表面の形は違うんですけれども、それぞれにそのいい存在の意義がありまして、で私にとってはどちらも非常に重要なものだと思ってるんですね。さて、多分新垣さんに聞きたいことは、飯田君、君に聞いてくれ
そんな、新垣さん、あの安藤ですけど、どうも、さっきちょっとあの話題になったんですが、はい、あの佐村浩二さんが指示書を書きになってましたよね、はい、あの指示書っていうのは、どうなんですか、あのすごく分かりやすいものなんですか、あれをもとに音楽を作るっていうのは、どういう作業なんですかね。はい、あの実際あのはあのそのグラフにあの基づいてっていうことは、まあ、ほとんどないです。ない。はい。あのもちろんあの非常にこう大規模なあの曲を作るという、まあ、彼の、 あの、まあ、アイデアであり、はい、あのまあ、依頼だったのですけれども、あの、まあ、そのことを示すあのものなんですね。で実際はあの実際にこう音をあの選んで、はい、ある程度そのまとまった、ものがこうできた時にはそれが元になって曲をあのどんどんこう展開し構成していくというあの作曲というのはそういう作業になるんですね。ですので、まあ、きっかけにはなりましたというところ。きっかけにはなる、はい、あのイメージを膨らますことはできるけれども、はい、音そのものを作る指示書ではない、はいっていうことなんですね。そうですね。あの、やはり音そのものの、もうあのシステムというのがありますので、もうそこからはもうその世界からあのもう紡ぎ上げていくというそういう作業になるんです。今更その聞かれたくもないし言いたくもないかもしれませんけども、あの私たちやっぱり佐村浩二さんって本当に耳が聞こえてたのか聞こえてなかったのかっていうところで、あの新垣さんは記者会見で耳が聞こえないと思ったことはなかったとおっしゃいましたけど、普通に会話が成立する状況だったんですか。あの、まあ、一応そういう形でしたね。はあ、はあ、それは口を読んでるとかじゃなくて。ああ、じゃあこれに関してはもう今更の話ですが、もう完全に嘘だなということで、今年っていうか去年ですから、週刊文春だと思うんですけれども、はい、このタイミングでもう全てを明らかにしようと思われた本当の核心の一番のコアなところは何だったんでしょう。その、まあ、その昨年の、3月に、まあ、彼を、まあ、まあ、取材したその番組が放映されたのですけれども、まあ、それを私が、まあ、見たときに、まあ、もともと もちろん問題があるあの行為なのですけれども、まあ、続いてきてしまったわけなんですけれども、まあ、もうそれを、まあ、見たときに、まあまあ、これ以上もう続けることはもう実際難しいという、もう思いになりました。そして、まあ、そこから、まあ、なんとかこう、まあ、事態を、まあ、収束させるっていうのも、まあ、ちょっと、言葉おかしいんですが、あまりもう、そういうことをしないで、もらえないかというような、ことを、まあ、なかなか、まあ、進まなかったんですけど、自分からそのようなこうアクションを起こすようになったんですね。どうですか、はい、その時にね、佐村浩二さんが分かったと、はい、もうじゃあこれでお付き合いは終わりだけれども、今まではのことについてはもう黙っててくれと、じゃあこれでたもとを分かとうということだったら、もう一切、まあ、ある意味表に出さずに、そのまま歴史の中で闇の中にっていうことの可能性はあったということですか。はい、まあ、そういう場合であれば、まあ、そういう可能性はあったと思います。どうなんですかね、歴史上名だたる作曲家で、はい、いわゆるそのゴーストライターの方が書いてて、はい、あまり歴史の表面に出ていないっていうようなことはどうなんですか、あるもんですか。まあ、それはちょっとまあ、わからないんですけれども、ただ、まあ、その、まあ、昔の、その、まあ、パトロンがその自分の名前で発表するとか、まあ、そういう例は、まあ、まあ、いくつか記録には残っていますけれども、
どうですかね、今あの基本的には著作権の行方に関してあんまり話がついてないんで、はい、サマラゴチさん、つまりその実際に井垣さんが作曲した曲っていうのが CD 店に並んでなかったりするんですけど、はい、これは損失なのでどっかで著作権に関しては落としどころを見つけて、もう一遍曲をみんなに聴いてもらう、曲に責任がないわけで、そのあたり の, あのお考えはいかがです？あの非常にありがたい言葉なのですけれども、まあ、やっぱりそもそものまず形がその、まあ、彼が、まあ、自分の名前で、出すという、まあそのまあ、約束合意のもとで、まあ、彼から依頼を受けてその譜面を彼に提出してその時に、まあ、報酬を受け取ってという形でしたものですから、まあ、彼に渡してからもう彼のものであるというところだったんですね。でなのでやっぱりそのことはもうやっぱりそれを改めて共作にっていう形はちょっと自分としても難しいと思ってるんですね。新垣さん、はい、ゴーストライターっていうのも、まあ、影の部分ですよね、はい、でも最近はもうバンバンこう表に出てらっしゃるじゃないですか、はい、そこら辺の変化ってご自身でどういうふうに受け止めてらっしゃいます？はい、そうです、もちろん彼のゴーストライターを、まあ、続けてたわけなんですけれどもね、同時に今まで私も自分の名前で音楽活動は、まあ、ずっと続けてはきてたんですね。あ、はい、で、まあ、そういうその音楽のお仕事の中の、まあ、一つだったんですね。その彼の、はい、彼からの依頼というのも、まあ、その一つだったんですけども、うん、まあ、ちょっとそれが非常にこういう極端な形で肥大化してしまってっていう時代になってしまったんですね。で、なので今その私音楽活動を続けられてっていうことはすごく、嬉しいことでして、で、まあ、一応それはその以前からの音楽活動の延長ではあるんですけれどもね。いや、今手前にですね、はい、番組スタッフが女性セブンの、グラビア写真を持ってきてくれてですね、首にすごいおしゃれなストールで左にシャンパングラスをお持ちなんですけど、かっこいいですね。いやいや、かっこよくないんですけど、すごくかっこつけてますよね。ちょっとモデルに挑戦したりとか、まあ、音楽番組のドゥンツクーパーにこう準レギュラーとしてピアノ弾かれたりとかなさってますよね。バラエティーなんかにもご出演されてますよね、はいはい、ああいった今までとちょっと違うお仕事をされるときってどんな感じなんですか？はい、テレビやそのようなお仕事は、まあ、本当に初めてのことでして、はい、まあ、やっぱりそこはとても自分は名前に慣れていない、もう本当に素人なんですね。なので、うん、でも楽しいですか？少し音楽番組をの仕事をいただいた時にはすごく自分 の, 仕事の延長、まあ、自分 の, その音楽の素人としてできたわけなので、はい、でまたすごく周りスタッフの方たちともすごく楽しくできてすごく嬉しかったんですけども、はい、いいですね、新垣さん。新垣さん、はい、せっかくね、神様が与えてくれた、まあ、普通の人には真似のできない才能なので、はい、生かしていい曲いっぱい書いてくださいよ。はい、ありがとうございます、ね、はい、私ちょっとはちゃとりやり方というかですね、うんうんうん、もうそれこそね、特定の政党の人にあなたたちはって結構突っ込むじゃないですか、政教分離はとか、そういうあたりまで。いやでもね、関西の番組だったら当たり前ですよ。言うちゃなんだけど、私のやってるそこまで言っていいんかなんか、もっとひどいことやってますよ。むちゃくちゃですよ。でむちゃくちゃな番組でむちゃくちゃやってたら、特にですね、やっぱり被差別部落の問題で関東なんか絶対タブーだからやらなかったようなことをガンガンやるわけですんで、ある時田原総一郎さんがうちの番組やってきて、なあこういう番組、前らできないだろ、やったことねえだろって言ったら、全部やってますって話で、いやもうそれ全部やりましたしって言ったら、だから関
関東の番組のいわゆるその交差っていうか倫理基準と、やっぱ関西、関東以外のところとはだいぶ違う、感覚的に。で、ゆうちゃんなんだけど、私は池上彰さんとしては天才だと思います。あの人はすごいよ。なんだかんだ言いながらやっぱバランス取れてるもん。あんなにバランス取れたボールなんか、俺なんか言っちゃうなんだけど、恥ずかしくて投げられないもん。恥ずかしい。そこがだから辛坊さんのすごいとこだと思うんですよ。いや、あの、気取ってるんですよ、多分。私たちの選挙番組は。気取ってるって言ったらなんですが、どっかで本当のことを、本音をぶつけたいんですよ。本当私辛坊さんみたいにやりたい。例えば、もうそんな、ええー、っていうようなことを言ってみたい。自分がいるんですよ。でも、いや、関東はそれ許されないと思います。許されないんです。許されない。絶対無理。池上さんなんかも、俺な、みたいな、安藤さんもよく、この人プロだからよく分かってると思いますけども、言うや、その関東のキャスターに求められるところのノリは超えないものね。言うちゃなんだけど、それ安藤さんの口からは言えないから、俺が言ってんだけど、多分、やろうと思ったらできるよっていうぐらいのギリギリ。だけど、やっぱあの人はそのギリギリのところの塀の上歩くところがやっぱりね、天才ではありますね。俺ら塀の向こう行っちゃうからね、怒っちゃうから。怒っちゃうから。簡単に怒って、おいおい、クレームわーっと来て、ごめんなさいみたいな。面白いけどクレーム来ちゃうみたいなね。そうそう、でもね、クレームを恐れてたら、テレビはできないんですよ。やっぱりそう。だって言う、いろんなこと言う人いっぱい山の中にいるわけじゃないですか。全部それ考慮してたら進みませんもんね。そりゃいいですよ、関東は。関西なんかね、こうやってやってるとね、ひどいんだよ。最近ね、局宛てにね、健康食品が代引きでいっぱい届いたりするんだよ。俺頼んでないのに。ひどいだろ。俺自宅前に、妙齢のご婦人がやってきて、あの、ピンポン鳴らして、うちの神さんに、あの、辛坊さんの子供妊娠したっていう、そんな嫌がらせまであんだぞ。すごいですね。ひどいだろこれ。これ冗談じゃないよ本当に。それ叱るべきところに相談した方がいいっしょ。本当だね。本当だよ。まああの選挙特番ですけど、そうでした。そうだ、各局ね、シャウンをかけて作ってますけれども、シャウンをかけてね、明日のフジテレビの見どころ教えてください。ありがとうございます。あの、関東的に綺麗にまとめていただいて。見どころですか。はい、まあ、辛坊さん言うところのですね、ギリギリのところで、討論を、激論を交わしていこうと。今回、あの、争点なき選挙っていうふうに、まあ、言われてるんですけれども、あえてそれじゃつまらないので、争点を私たちがほじくり出して、はい、それについて、ギリギリの塀の上の激論を交わす。いやー、楽しみだな、見ちゃうよ、私も。本当に、ね、私も。全国ゾーンに切り替わったら。いや、俺、それで思い出した。ある朝、ある朝、あ、もういいや、ちょっとこの話、じゃこの後やります。です。すごい面白い話があるんだよ、実は。さあ、じゃあそんな裏話を思い出しながら、明日の選挙特番、ご覧になってくださいね。どんな話ですか。いろんな。この後はお知らせ、交通情報に続いてもう一つのスペシャル企画です。紙面を賑わせた2014年ニュースの顔、安藤優子さんに引き続き伺ってまいります。1242日本放送 Zoo Listen and Rediscover 辛坊治郎 Zoo そこまで言うか。私、辛坊治郎と、増山さやかと、飯田浩司がお送りしております。今日の辛坊治郎ズームそこまで言うか、ゲストにキャスターの安藤優子さんをお迎えしてお送りしています。引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、ここからはスペシャル企画第2の矢、題して、紙面を賑わせた2014年ニュースの顔。おぼかたさんや佐村豪一さん、号泣議員、いろんなニュースの顔が紙面を賑わせました。まあ、ある意味ね、近年まれに見る当たり年というふうにも言えると思うんですけれども、当たり年だったか、今日当たり年、当たり年、まあ、ノーベル賞も取れたしな、そう最後、ねね、でまずは今年1月から3月の出来事です。昨年末以来、アクリフーズ群馬工場生産品から農薬が検出されました件に関しまして、誠に申し訳ございませんでした。まだマウスの段階で、かつマウス の生まれたての赤ちゃんの細胞からだとうまくできるという方向報告ですので、自分が目指しているフリーの演技が今日できて、本当に、まあ、結果としてはよくはなかったと思うんですけど、私なりの恩返しができたかなというふうに思っています。いや、怖かったですね。
僕も貸し休まいですから。その時ちょっと出かけてたんで分かんなくて、でそれでお母さんに会ったんだから早く帰ってきなさいって言われて、それでやっぱあびっくりしました、ね。日本人の代表という気持ちでこれから5月中旬までの船長任務を全うしたいというふうに思っています。東京拘置所の玄関の前につけられましたワゴン車に今袴田元被告が乗り込みました。逮捕からおよそ48年ぶりの釈放となります。ということで2014年の1月から3月までの主な出来事をニュース音声を交えて振り返ってまいりました。安藤さん、印象に残っているニュースの顔というと、やっぱりおぼかった春子さん、おぼちゃん、おぼちゃん、まあ、おぼちゃんっていう言い方がねなんかこう全体像を見えにくくさせてるかなっていう感じはあるんですけれども、やっぱり私は報道する側としてちょっといろいろ思うところがあったのが、やっぱりおぼかたさんのこのスタップ細胞問題だと思うんですよね。なんかおぼちゃんって言ったところで、まあ、なんか全てがぼんやりしてきちゃうじゃないですか問題の核心みたいなのが、割烹着姿のあれが、そうそう、一番最初にピンクの実験室であの割烹着姿で出てきて、仲間がいい子だなと思って興奮してそうそうそう、このハスキーはこんなにすごいんですって俺朝から興奮して喋ったのが、今となってはものすごく恥ずかしいすごく恥ずかしい。でも、はい、俺は信じてるよ。信じてる。だって、おぼかたさんが、ありますって言うんだから。ありますって言うんだから、きっとあるじゃないか。私の周りにも、結構いるんですよ。辛坊さんみたいな人が。そうそう。だいたいね、だいたいスケベな中年じじいってみんな同じこと言うよね。おぼかたさんがあるって言ってんだから、あるだろう。あることにしようよ。いや、ある、きっとある、みたいな。残念な結果になってしまいました。本当に、1月28日の発表でありましたけれども、ね、まだこれ結論は出てないですね。11月30日に再実験が終わってるはずですから、ね、まあ、あるんだったらあるって出てますよね。多分も出てると思うんですよね。だからないということは、まあ、何回も言われてますけど、悪魔の証明だからないということは絶対に明言できないにしても、はい、11月末までにあったということが証明できなかったのはこれはもうほぼ間違いないですよね。多分そうだと思いますね。もうちょっと初歩的なところで、多分その小保方さん の、 その博士論文 の、 その引用問題とかありましたけれども、はい、そういうすごく私博士論文、実は今博士論文書いてる最中なんです。ああ、そうですか。で博士論文ってどのぐらい厳しいものかって指導も含めて当たり前ですけれど も、 もうすごく身に染みてるので、この苦しみが、そんな引用とかを許すような審査会ってあるんだろうかっていう、それを通しちゃった方もどうかと思うっていう、そこら辺からこう間違いって始まってたのかなってすごく思いましたね。まあ、日本でなかなかね、博士論文っていうか博士号取ってる人いないんですけど、欧米では結構ステータスとして PhD って言って博士号取ってないとどうも社会、研究者としては一人前じゃないみたいなところがあってですね、その多分 PhD を取っていくためのシステムみたいなものが出来上がってるんだと思いますけど、日本の場合は結構どうなんですかね。私もそんなとこ目指したことないからわからないけど、内情とかなんかこうなんかそういうよくわからないシステムの中で取れちゃったりすることってあるのかしら。よくわからないシステムかどうかわかんないですけども、少なくても論文が博士号取れる論文だとするならば、相当審査は甘かったとしか思えないんですよね。まあ、一部報道ではね、専門外の人が審査をしてたから結局中身あんまりよく分かってなかったんだみたいなことも出てましたけども、でも審査に当たった人とその論文 の、 博士論文ですよ、私が言ってるのは。スタップ細胞論文ではなくて、その博士論文の審査に当たった人とスタップ細胞を研究してる一緒に共同研究者がほぼメンバーが被ってるっていうのが一番気になるところではありますよね。でもね、今回じゃあその周りにいた人に悪意があったのかというと、多分悪意がなかったんだろうと。で、悪意があってみんな一緒になってダマくらかそうと思ってた集団ではなさそうだと。周りの人も綺麗に騙されて、騙されたあのね、男性の人、なんかつるんとした人とかいろいろいたじゃないですか。笹井さんあではなく、亡くなられた方じゃなくて、ほら、若山さんという、はい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 、山梨だよ、ね。あの方なんかもう第一人者の研究者で、ちゃんとした人でしょ、うん、で、ちゃんとした人がそばにいながら、うん、最後はちょっとおかしいって、後から言われりゃ思ってたことはたくさんあったみたいな話はよく出てくるんだけど、うん、でも少なくともあの記者会見に至るまでは、そう思ってなかったわけだから、ね、だから周りの人間はちゃんと見てたはずなのに、それでも、だけどそれ、小保方さん自身が騙す意図があったのかどうかですよね。うん、
本人が信じ込んでたっていうことも考えられなくはないでしょ。で、そこなんですよ。つまり本人、おぼかたさんに悪意があったのかなかったのかで言うと、ね、これは多分あの。そうするとまたおぼちゃんに戻っちゃう。そうなんです。スケベジジイのおじさんたちは、そんな悪意もなかったんだよっていう話なんだけど、でも客観的に見ると、悪意がなくてこんなことできないだろうっていう。話もあるし、それは安藤さんのご意見を聞いてみましょう。いや、私はあの実験ノートとかを見ると、はい、その200回成功してる、スタップ細胞を作るのに200回ぐらい成功してると。でも、その記述がどこにもないっていうのは、やっぱり悪意というよりも未熟さなんじゃないんですかね。どうでしょうか、おぼちゃんファンの心配。悪意というよりは未熟さ。ちょっと一遍おぼちゃんをこう呼んで晩ご飯をゆっくり食べながら一度話を聞いてみたいですよね。ワインでも傾けながらね、じっくり話を飯田君聞いてみたいな。ちょっと僕に最後振るのやめてくださいよ。スケベなおじさんになっちゃうんだから。ちょっとスケベなおじさんってやめて。さあ、他にもですね、さまざまニュースの変わりましたけれども、おー、皆さんいかがでしょうか。サムラゴーチさん、サムラゴーチさん、ざっくり振りましたね。みんな今ざっくり振りましたね。なんか投げてますね。ダメですよ、そういうことでは。途中で頭回んなくなっちゃった。もうちょっと真面目に仕事しないところ。サムラゴーチさん、そう、でもサムラゴーチさんもそのおぼかたさんとすごく同じようなこう根っこを持ってるなって思ったのは、その被爆2世でその耳が聞こえなくてっていう、すごくこう舞台がこうできてるわけですよね。その上での音楽だったってことが、やっぱりそのサムラゴーチさんの音楽そのものに対する評価というものをすごく増幅させたと思うんですよね。だからそれだけにそれがゴーストライターの手によるものだったっていうことで、その増幅した部分の分、バーンとこう奈落に落ちる部分も大きかった、振れ幅が大きかったっていうんですかね、と思うんですよね。でもいずれにしても私たちは乗せられたわけですよね。はい。だからそういうこう肩書きとかそういうものにね、いかに弱いかっていうような、いや、あのね、はい、やっぱりストーリーを信じたいんですよ。ね、ストーリー信じた方があの面白かったり楽しかったりするじゃないですか。でもこのケースは確かにね、はい、それはまあ問題は問題ですよ。だけど、うん、じゃあ誰かになんかあの致命的な影響を与えたかっていうと、うん、それは尾形さんの場合はこれは日本というものの信頼に、うん、もう重大なあのダメージを与えたんですけど、サムラゴーチさんのケースはよく考えてみたら、誰かがなんかそんな重大なあの打撃損害を被ったかっていうと、信じてファンだった人はね、それはあんたの責任ってあんたにセンスがなかったわけでしょ。読み解くだけの力がなかったわけですよ。我々なんか、サムラゴーチとこの問題が出るまで全然知らなかったもんね。ああ、そういう人がいたんだって言って、そういう意味では実は罪一番軽いんじゃないかって気がするんだよね。あ、一部音楽業界の人はこの人いいプロデューサーだったんじゃないのっていう、あの指示書は結構よくできてんだっていう話もあるらしいですか。ユニットサムラゴーチだったんだよ、二人合わせて。という評価でいいのかどうなのか、今日なんかご本人が出てくるという噂があるんですけど、はい、そうなんですよ、この後ね、後ほど、はい、新垣さんが生登場。新垣さんが、新垣さん生登場。生登場ですからね。ちょっと待ってくれ、あれ。今まで新垣さんの悪口言ってないだろうな、これ。ちょっと考えて。今日は大丈夫。大丈夫だな。今日はね。今日のところはね。ここまで絶対聞いてらっしゃるに違いない。なんで急に弱気になってるんですか、ちょっと。こう見えても気弱いから。またそんな。本当に。まあ、それから、1月から3月というと、屋敷隆人さん64歳で亡くなるというのは1月3日付のこの間俺日刊現代じゃなくて週刊現代に頼まれて母姫っていう今年亡くなった方のね、はい、特集で、400字ぐらい書かせてもらいましたけども、やっぱね、僕は10年ぐらいの最近の付き合いなんですよ。だからまあ私も大人になってからだから、だからよく宮根誠司君とかなんか若手の芸能人とか関西のね、どつかれて叩かれてみたいな、そういうのはないんです。で、私の場合も新地のクラブに1回か2回連れてってもらいましたけども、普通は途中で帰らないんですね。帰っちゃいけないんだけど、俺はもう朝早いって忙しいから、もう失礼しますってぐらいな関係だから、ものすごく実は薄い関係だった。キャンプの元気な私のテーマ曲なんてこう発注した場合には誰に言ったらいいんでしょうか。はい、ぜひぜひハチャトリアンスの番組テーマを、もしかしたら正式にお願いするかもしれませんので、その時はよろしくお願いいたします。ちゃんと作曲人が来て出ますんで、ね、ありがとうございました。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 
辛坊治郎 Zoom Listen and Rediscover Zoom そこまで言うか。時刻は午後2時を回りました。改めましてこんにちは、辛坊治郎です。日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか、今日はフジテレビのニュース番組の顔、安藤優子さんをゲストにお招きしています。2時台もよろしくお願いします。よろしくお願いします。先ほど新垣隆さんに電話でご出演いただきましたが、穏やかな人ですね。ね、そうですね。なんか弾けてスキップしたりしないんでしょうね。なさそうですよね。で、日本放送に実は明日の夜もご出演されることになっています。夜の11時30分から放送のマイプレイリストという番組でラジオパーソナリティに初挑戦ですよ。それはあのペースであのトーンでラジオパーソナリティはなかなかすごいですね。そうなんですよ。それは聞き物ですね。どんなことになるのか。音楽人生の中で出会った人々のエピソードなんか、ハチャトリアン風のテーマ曲あのお願いしますって、ええ、はいって言いましたよ ね、 ね、 だからね、口約束も約束のうちですからね。正式にお願いしてみましょうよ。これはもうちょっと正式に、誰が演奏するんだって話ですけど、で、ま、あの新垣さんが影響を受けたもう歌謡曲、サウンドトラック、 CM ソング、民謡とか様々なジャンルの選曲をしてその曲を聴かせするという。面白そうですね、はい、やっぱり専門家の観点から喋ってくれるんでしょうね、この曲は。ね、この曲はああだこうだみたいな。そうでしょうね、はい、ご期待ください。夜11時30分から明日マイプレイリストです。で、安藤さんご出演いただいてるんでメールを、ね、たくさんいただいてます、はい、ラジオネーム高吉さん、横浜市44歳の男性の方、はい、安藤さんは国会議員や知事、市長などをやってみたいお気持ちはありますか？本音を聞かせてください。同じ質問に辛坊さんも本気で答えてくれるはずです。辛坊さん、そっちの名前上がってますよね。そうですね。関西は人が少ないんですよ。あの限られてるんですよ。でも前ここで言いましたけどね、あのそういうしょっちゅう電話かかってきて、いや僕じゃなくて誰々さんが出るんじゃないですかって言って、誰々さんはそんなにアホじゃないでしょうって聞いてきたやつが言うんですよ。ひどいもんでしょ。ひどい、ね、なんだと思ってんだ俺のことっていう。安藤さんいかがですか？私はあのよくこう名前を挙げられるんですよ、はい、でなんか勝手に世論調査とかやられて、で勝手にそんな出たら必ず通りますみたいな、ね、いやいやなんかどうのこうのって書いてあって、すごく私あれ嫌なんですよね。直接取材に出るんですか？頼んだわけでもないのに来ることはないんですか？記者がやってきて。ありますあります。ありますけど、でも私が出たいなんて言った覚えは全然ないので、はい、勝手に世論調査されると。私専門家の立場から今の言葉を分析しますと、はい、安藤さんは将来出ます。嘘ですよ。どういうことですか？それ、私じゃあ反対に言ってみましょうか。辛坊さん出ます。両者出ます。私それまでにいっぱいクリアしなきゃいけないことが山ほどありまして、そうなんです。関西では叩けば粗大ゴミが出るからだと言われています。大変な誇りが、はい、ということで、ね、あのこのくらいで分かっていただけましたでしょうか？このくらいですか？高吉さん、このくらいですか？あの出ません私は、はい、ということです、はい、北区のみっちゃんさん、安藤さんはいろんな解説者さんとニュース番組をされていますが、はい、もし辛坊さんが毎日安藤さんの隣の席でニュース解説をすることになったら正直めんどくさそうじゃないですか？そんなもん答えようがないだろ。意外、と答えようがないだろ。いや、めんどくさいってことはないと思いますよ。すっごいエクサイティングだと思いますよ。いや僕もね、すごい楽しく仕事ができそうな気がする。そうですね、意外に私は塀の向こう側に落ちたがってるんで、実は、はい、だから背中を押してくれる人が欲しいなと。司会をやってるとね、司会の立場から言うと、司会は塀の中にいて、あのコメンテーターの皆さんに塀の外に押してほしいと思うわけですよね。できるだけ塀の外に押してくんねえかなと思って誘導するんだけど、なかなか最近みんな落ちないですよね。まあ本当そうですね。でも辛坊さんだったら進んで落ちてくれそうなんで外部しそうですよね。多分私が心の中で、こんちくしょうとか思ってることをそのまま言ってくれるような気がする。それなんです。だからそれがね、やっぱゲストのコメンテーターに、あの司会が望む、もう最大の気持ちですよね。で自分で、俺の立場で言えるわけねえだろって、お前が言わずに何を言うっていう、誰が言うっていう、そうなんですよ。だからね、そこを言ってほしくていろいろ水向けるんですけど、なかなか
皆さん守り固い、それぞれの人はそう、あのそれぞれの人だって生活ありますからね。そうですね、生活かかってるし、大胆のことなんで俺が塀の中に落ちなきゃ、いや塀の向こうに落ちなきゃいけないんだっていう。ああ、お二人の実現したら絶対見ちゃいますけどね。本当ですか。うん、じゃあちょっとフジテレビの社長さん聞いてますか。ちょっとね、あの検討してみてください。僕フジテレビ昔受けに落ちたことがあるんですけど、ね、本当ですか。その話し出すとまた長くなります。ラジオネーム限りなく白に近いグレイさん、41歳の成田市の方、うん、安藤さんといえばショートカットがすごくお似合いですが、伸ばそうと思ったことありますか？ポリシーがあってその髪型なんですか？あのまず2つあって、1つは似合わないんですよ、伸ばすと。そう、はい、もうとんでもないぐらい、もうびっくりしちゃうぐらい。じゃ伸ばされたことも以前は、あの、ね、大学生までは長かったんです。へ、髪かき上げ女だったんです、はいはい、かっこよさそうじゃないですか。ワンレンボデコンみたいなやつですかね。ね、うん、ワンレンボデコンじゃないんですけれども、こう髪かき上げ女だったんです。へ、ですごい自分ではそれが似合うと思ってたんですね、はい、ところが仕事をし始めて、大学生の時だったんですけれども、そのテレビ朝日でアルバイトで仕事を し始めてから間もなくして、はい、いろいろ取材に行くようになったんですね。で、例えばアフリカ行ったりとか、そういう時に髪の毛なんて洗ってる場合じゃないじゃないですか。確かに邪魔ですね。ドライヤーなんてないじゃないですか。で、水も出ないところもありますし、そういう時になんかベビーパウダーみたいなの髪の毛に振りかけて、でブラッシングして、もうそれでシャンプーしたことにするわけですよ。で、そういうあのいろんな事情があって髪の毛バッサリ切ったんです。もうやってられないって思って、だからこれは自分の仕事に対する必然の形でもある。今後なんか変えてみたいなみたいな。ないですね。でもお似合いですもんね。いつも時々、うん、お似合いです。あの色気出してこう伸ばしてみようかななんて思っちゃうんですよ。思いますか。で少し伸びるともうとんでもなく変なんです。そんなことないと思いますけどね。驚くほどに変なんですよ。自分の評価とまた人の評価違いますからね。なんとも言えませんか。まあ、あのお似合いです、ね、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。まだねメールいっぱいあるんですけれども、はい、テーマ、あなたが選ぶ今年のニュースの顔は誰ですかというのもまだまだお待ちしております。メールは zoom@1242.com zoom@1242.com、 ハッシュタグは zoom1242 をつけてつぶやいてください。ツイッターです。ファックスは 0570-02-1242 0570-02-1242 番でお待ちしています。ラジオ、そしてインターネット、ラジコ .jp で同時生放送、日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、この後午後3時までお付き合いください。辛坊治郎ズーム、日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。 AM1242 日本放送、日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。そこまで言うか。紙面をにぎわせた2014年ニュースの顔。有楽町日本放送から私辛坊治郎と増山さやかと飯田浩司がお送りしております。今日の辛坊治郎ズームそこまで言うか、ゲストにキャスターの安藤優子さんをお迎えしてお送りしています。この後もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、紙面を賑わせた2014年ニュースの顔、ニュースキャスターとして日々の話題を切ってきた安藤優子さんと辛坊さんに今年のニュースの顔を振り返ってもらっていますが、続いては今年4月から6月の出来事です。私の不勉強、不注意、技術者ゆえに論文にたくさんの倫理が生じてしまい、理化学研究所共同執筆者の皆様、また多くの皆様に多大なご迷惑をおかけしてしまったことを心よりお詫び申し上げます。昨日片山さんからの電話だということが分かって、まあ、電話に出たわけです。そうしましたところですね、まあ、先生すいませんと、その自分が犯人でしたということをあの言いまして、私もまあ一瞬まあ驚いたわけです。しかしあの全部自分がやったんですと。すいません、ご心配おかけしました。もう東京に帰ります。ありがとうございました。ありがとうございました。念願のね、本当に夢だった世界登録の遺産に登録になったことについては、富岡市民、ま、私個人としても非常に嬉しいことだと思っておりますし、富岡をアピールしたいということでぜひお願いしたいと思います。ここで試合終了のホイッスル。日本栗山の奇跡はならず、日本の夢が散りました。
ということで2014年4月から6月までの主な出来事を音声で振り返ってみましたが、安藤さん、まあ、それ以外も含めて印象に残っている4月6月のニュースというと、私もやっぱりあのイスラム国樹立っていうんですかね、国じゃないのにまず国って名乗ってるっていう部分の不可思議さと、それからそのイスラム国に参加しようっていうその若者たちが宗教とかそういうこと全く関係なく、まあイスラム国自体もこれあのイスラム教スニ派って言ってますけれども、宗教とは全く別のものじゃないですか、単なるテロ組織だと思うんですけれども、でもそこに参加したいっていう、例えばあの北大生、北海道大学の、はい、いましたよね。でもそれがどうも聞いてみますとね、究極の自分探しみたいなところに行っちゃっていて、それがそのイスラム国っていう組織と結びついてる部分が、私は社会現象としてもね、すごくあの極めて興味深く見てましたね。この番組であの実際に一緒に行こうとしたあのフリージャーナリストって常岡浩介さんという方が、はい、ここに2回来てくれたかな、1回電話で1回生で来てくれたから、ね、それで話を聞いたら、この北大生というのは過去1回も海外に行ったことがなくて、パスポートも持ってなくて、うん、もうなんか結構常岡さんクソみそに言ってたよね、初めから一気のね根性のない野郎でみたいなぐらいな勢いで喋ってましたけどね、うん、なんかどうせ死ぬなら、うん、その何かのために死にたいって言ったって言うんですけど、何かのためにって、もうちょっと世の中の役に立つことに命使ったらどうよっていう、でもそのなんか生きづらさって言うんですか、はい、あのよく今流行りの言葉みたいになるじゃないですか、生きづらさとかその居場所がないとか、ね、僕はね、あのほらそれがイスラム国に結びつくっていうのが、私にとってはとても不思議でしたね。あのね、だって人を殺すことでしょ、ね、その前に自分の命も奪われかねないですけれども、人を殺すことによって自分の居場所を得るっていう、どういうことなんだろうっていう、それが日本だけじゃなくても世界中の特に先進諸国のムーブメントみたいになってしまってるっていうのがね、そんなさすがに安藤さん世界中駆け回る生活で、はい、イスラム国はまだ行ってらっしゃらないですか。行ってません、行ってません。シリアにも、私シリア一回入ったのは、はい、あの湾岸戦争から、ええ、あの帰れなくなっちゃったんですよ、私ヨルダンから。その時にシリアに抜けて帰る、湾岸戦争って1990年代の初めぐらいですね、あのパパブッシュの時の方ですね、うん、そうです、そうです、そうです、うん、で帰ろうとしたらもう、えええー、もちろん日本からも救援機来ないですから、はい、当時は、ええ、でどこの飛行機、そうですね、あのイラクで自衛隊派遣のはるか昔ですからね、はい、でヨルダン航空 の、 あの最後の、避難民フライトみたいのに乗せてもらったんですけど、その時も全員あの乗務員 もう逃げちゃった後なんで、どのタイミングで、どのタイミングですか、あれは。だからイラクがクウェートになだれ込ん で、はい、でクウェートからあのイラクを追い出すための国連決議があって、はい、アメリカ軍がクウェートからイラクに向かって進軍、国境線で止まったのかな、どの辺、いつ頃どの辺にいらっしゃったんですか。もう私はねヨルダンにいたんですよ。でヨルダンから、ヨルダンはイラクの隣ですかね、隣です、ね、隣です、隣です、隣ですね、はい、イスラエルとの間ですね。そうですね。で、その私たちはヨルダンで取材をしてると、イスラエルとそれからイラクの間でこうミサイル撃ち合うんですよ。上ミサイル飛んでくるんだ。スカットとパトリオットってありましたね。それ途中で落ちてくると大変ですね。大変ですね。大変です。でもあの時は本当空襲警報って。私初めて経験したんですよ。もちろん戦中の経験ないんで、警報を日本で経験することはないですね。そうするとみんなであのホテルの地下にあのプールがあるんですけど、そこに蓋をしてそこに逃げて、即席の防空壕みたいな、防空壕みたいなとこなんですけど、ね、なんか突然シャロームとか歌い出す人がいたりなんかして、いや不思議な空気でした、ね、修羅場くぐってますね、くぐってますね、もう目張りするんですよ、ですから全部こうやった。でもあの時化学兵器を使うっていう、はい、あのことがあって、あ、で化学兵器がもしその投下されたらば、あの浴槽に水を常に張っていて、その中にあの身を浸していなさいと、その化学兵器のその空気は汚染されても、そう、空気が汚染されて自分がその皮膚とかに、はいはいはい、マスタードなんとか、ね、そうガスですね、はい、流れる感じです、はい、その効果が薄れるまで浴槽の中に身を浸してなさいっていう、ただそれしかなかったです、自分の身を守る術が。
はあ、あれは怖かったです。本当に怖かったですね。さ、ガスマスク持って取材とかできないですもんね。なかったですね、その当時は。あって防弾チョッキぐらいでしたから。安藤さん長くやってますね。長くやってますね、本当に。これ20年以上前ですからね。本当長いですよね。でもその当時の中東の空気と、でもその空気っていうのは今ああいうイスラム国みたいな過激なものを受け入れる空気だったんですかね。やっぱり中東情勢って、うん、私アラブの春があったじゃないですか、はい、あれから格段にわけわからなくなってきてますよね。いいとか悪いとか別にして、うん、やっぱり権力がはっきり、ね、明確にあって、うん、それはとんでもない政権かもしれないけれども、それで統治ができてるところのタガ外しちゃったら、うん、典型的なのが東ヨーロッパが崩壊した時に、ボスニア・ヘルツェゴビナのあそこはユーゴスラビアっていうもともと民族も宗教もぐちゃぐちゃになってるところを共産主義のタガで固めてたやつを、うん、共産主義崩壊した途端に内戦が始まってぐちゃぐちゃになっていくのと、うん、今回のアラブの春は似てますよね。そうですね。リビアがこれカダフィ崩壊して、はい、イラクがフセイン崩壊してっていう、はい、シリアだって中途半端に、はい、そうですね、アサドを追い込んで、うん、アサドの権力がぐーっと縮小して、そこの感激で今回のイスラム国みたいなものが生まれていくっていう、シリアとイラクをこう行ったり来たりしながらどんどんこう武装勢力としてこう力つけていったわけですから、そういう本当に何だろう、もう今まさにね、辛坊さんがおっしゃった通り、絶大な権力を持ったある種、まあ、独裁者ですよね。だから北朝鮮はいいとは言わないよ、うん、だけど北朝鮮のあの鷹が外れた時に朝鮮半島どうなるのかっていう話はありますよね、はい、全くその通りですね。だからそのイスラム国ってそういう絶対的な権力者が崩壊していなくなったところを全部こう日地のように行って勢力つけてきたわけですよね。痛いな、安藤優子さんのイスラム国リポート人消しかけんのやめなさい、僕じゃないですよ人の生態模写で消しかけんのやめなさいちょっと違いますよ、本人です。いや、でただそのシリアの状況を作ったのも実は、まあ、オバマさんのへっぴ腰っていうのもあると思うんですが、そのオバマさん4月に実は来日しておりまして、はい、いかがでしたか。私ね、でも共同会見行きました。インタビューはもちろんできなかったんですけど、共同会見行って、はい、で唯一その質問ができるんではないかというふうに言ったんですけれども、私ねがっかりしたのは、本当にオバマ大統領というのは予定調和の質問しか受けないんですよ。だからあらかじめ用意された質問者以外は絶対的に刺さないんですね、はい、でも私はもしかしたら稀に刺してもらえるんじゃないかっていう希望を持って行ってみたんですけれども、今日微妙なタイミングだから具体名は挙げませんけれども、来週以降具体名を挙げさせていただきます、ね、今頑張ってる活躍してる有力政治家でも、あらかじめ質問項目全部出せとかっていう人いましたよ、うんうんうん、そうなんですね、はい、そうじゃなくて意外と大物なんだけど、もう何でも聞いてっていう人もいるし、はい、で本来はアメリカのテレビ局なんかは、私ABC かなんか行って下に本屋があるんで本屋で売ってるもん見てたら ABC の放送のマニュアル本を売ってるわけですよ、結構高い値段で、それ見たら基本的に政治家にインタビューするときにはアメリカの共通的なマニュアルとしては事前に質問項目は絶対出さないと、ね、それをやってはいけないんだっていうジャーナリストのマニュアル本にはちゃんとそう書いたんだけど、現実にはもう指す記者決まってて、そうなんですよ、もう指す記者も質問事項も事前に入っていて、うん、でまたそれがこうわざとらしいんです、すごくわざとらしい、うん、もうなんか突然あなたを指名するみたいな、はいはいはい、ボーッとかってなんか言うんですけど、うん、もうちゃんと質問事項も誰を当てるかも決まっていて、うん、もう一生懸命手あげるんですけど、全然当たり前ですけど指してもらえず、うん、がっくりしましたね。そもそも名前で指すなよって話ですよね。まあでもあそこら辺が記者と自分がいい蜜月関係にあることを示すのに、必ず記者のファーストネームで呼ぶんですよね。まあ、下手したら答えまでプロンプターで読んでんじゃないかっていうぐらいの勢いだね。ちょっとがっかりでしたね。なんかオバマ大統領ってすごくスピーチが上手っていうイメージがあったんで、安藤さん今日のタイミングで日本の政治家の悪口言えないからアメリカの政治家の悪口ここまで4月から6月の、ね、主な出来事を振り返ってみました。
で、まあ、2014年で、まあ、ヒットした曲ここでお送りしたいんですが、何度かこのね、あのジングルでも使ってますけれども、今年の曲というとアナと雪の女王の主題歌レリゴー、レッド・イット・ゴーですけれども、この曲オリジナル、イディナ・メンゼルさん、日本でもメイ・ジェイさん、松たか子さん歌ってる方たくさんいらっしゃいますが、まあいろいろ迷った挙句、仲良く全部あの一曲にまとめてしちゃいました。題してレリゴー、レッド・イット・ゴー、一人だけじゃダメよダメダメ、ズームスペシャルバージョンです。どうぞお聞きになってください。イディナ・メンゼルさん、松たか子さん、メイジェイさん、みんなミックスしてレリゴー、一人じゃダメよダメダメ、ズームスペシャルバージョン。山根ディレクター頑張りましたね。対策ですからね、はい。あ、でここで電車の情報をお知らせいたします。人身事故の影響で運転を見合わせていた東急田園都市線が、あざみ野と長津田の間の電車が動きまして、先ほど2時20分頃に全線で運転を再開しました。なおこの影響で大幅にダイヤが乱れています。東急田園都市線は運転を再開しました。さあ、辛坊治郎ズーム、そこまで言うか、紙面を賑わせた2014年ニュースの顔。この後、上半期じゃないや、下半期のニュースにズームしていきますよ。増山さん、下半期です。そこまで言うか。時刻は2時30今2分から間もなく3分にあと18秒でってそんなこと言ってる場合じゃないよね。失礼しました。有楽町日本放送から私、辛坊治郎と増山さやかと飯田浩司がお送りしております。今日の辛坊治郎ズームそこまで言うかは、ゲストにキャスターの安藤優子さんをお迎えしています。この後もお願いよろしくお願いいたします。ありがとうございます。なんか2時間ね、フルで付き合っていただいてありがとうございます。俺なら断ってね。選挙前日に。このクソ忙しいのに。冗談じゃねえよっていうね。ありがとうございます。紙面を握りました2014年ニュースの顔、いよいよここからは、下半期に移ってまいります。まずは今年7月。なんでその上半期と下半期で噛むかな、いちいちの。なんかね、下半期ね、そう、下半期ですよ。なんか下半期どうしても言いたくない理由があるの。そんなことないですよ。下半期です。まずは今年7月から9月の出来事です。下半期っぽい。ピンという大きなカテゴリーに比べたら、税務署としてはそうだと、報告の、ね、折り合いをつけるっていう、少子化問題、これ。飛鳥被告逮捕からおよそ1ヶ月半、今東京湾岸署の正面玄関の前に姿を現せました。スーツ姿です。学校ドラッグの供給を遮断し、その需要を根絶していかなければなりません。小中学生の情報も含みましてですね、少なくとも780万件に及ぶ個人情報が流出したこと、そしてそれが半年にもわたってですね、その事実が把握できなかったこと、極めて遺憾である。まあ、現場のところにですね、遺書のようなものが3つあったというふうに聞いております。例えば大方さん宛てに、あるいは CDP 宛てにというのは、まだそこのところは我々としてはちょっとお答えできる状況ではないので、ご勘弁いただければと思います。命令違反で撤退の表現を取り消すとともに、読者および東電の皆様に深くお詫びを申し上げます。長野県、岐阜県の県境にございます、御嶽山では、本日27日の、11時53分に、噴火が発生しました。ということで、4月から9月まで下半期主な出来事を振り返ってみました。安藤さん、印象に残ってるニュースというと、はい、御嶽山の、ね、噴火ももちろんのことなんですけれども、やっぱり佐世保で女子高校生がやはり同級生を、はい、それもしかも仲の良い同級生を殺害する、かなりそのひどい方法で殺害するという事件が起きたじゃないですか。で、佐世保では以前もやはり小学校6年生の子が同級生を殺害する事件が起きていて、で、あれも私も随分取材をしたんですけれども、以降こう命の教育が行われてきたわけですよね。じゃあ命の教育何だったのかっていう、その繰り返されたっていう意味では、ね、あるこれ精神科医の先生がおっしゃってたんですが、命の教育って逆効果だっていうんですね。
つまりそんなに大切なものだったらばいつかぶち壊してみたいっていうようなその反作用を生んでしまう可能性があるっていう、だからそこら辺のやっぱり精神科医の専門家の方たちがやっぱりもっともっときちっとこういうものを分析して声を上げていかないと根深いなっていう繰り返されるんだなって、命の教育がダメなんて誰も思わないですよね。そんな大切なものだったらっていう、それを壊してみたいっていうどっかにそういう欲求が生まれてしまう可能性があるんですってっていうことを聞いた時に私はなんか立然とする思いがしたんですけれども、この事件自体の根深さっていうか、はい、事件前にこれ精神科医がこのまま放っとくと人を殺しかねないって精神科医がわざわざ児童相談所に通報するってやっぱ尋常な事態じゃなかったんでしょうね。ですよね。やっぱどっかで止められなかったかなっていうことで、はい、これお父様もその後自殺されてますからね、からね、なんとも救いがない話ですよね。これ、まあ、子供が放置されたりとかそういう事件が非常に多くで、まあ、この事件も含めて児童相談所の役割っていうのがかなりクローズアップされた年でもあるかもしれないですけど、強制的に何か方法があったのかどうなのかっていうのはどうお考えですか。でもね、児童相談所って何かと批判の矢面に立たされるんですよね。で、確かにあの時こうしてればっていうケースはたくさんあると思うんですよ。でもやっぱり現場を取材してみると、例えばほら子供がいなくなっちゃったにもかかわらず、児童相談所の立ち入り調査の時に人形を寝かせていて、それをその上から布団をかぶせていたっていうケースがありましたよね。じゃあどこまで踏み込んでって布団を引っぺがして見るのかっていうところは、やっぱりその相談所自体がそういうふうな強制権を持った調査自体に慣れていないから、どこまで踏み込むべきかっていうことにやっぱり現場に行った時にすごく躊躇してる。昔に比べるとだいぶ権限は拡大強化されたとはいうものの、はい、実際現場でやってるのは、ね、法律じゃなくて生身の人間ですからね。生身の人間がどこまでできるかっていうと、あとは勘に頼るしかないっていうところがあると、だいつもだからそれをやってればっていうふうに、そうです、特に私たちメディアもそういうふうに言いがちなんですけれども、実際のところ例えば一人で児童相談所がどのぐらい一人で相談員が案件抱えてるかっていうと、もう100件ぐらい抱えてたりするんですよ、一人頭。そうすると全く手も回らないしっていうような現実があって、圧倒的に人手不足の現場でもありますよね。まあ、これ殺されちゃった女の子は何の落ち度もなくてたまたま友達だと思って行っていきなりですからね。なんかその事前にトラブルがあったとか感情的ななんかもつれがあったとかっていうのと全然なんか次元の違うやりきれなさみたいなものがつきまといますよね。これやっぱその本人の立場に立ったらとか親の立場に立ったらとか考えた時にこんなにやるせないというか許せないというんじゃなくてやるせないっていうかですね、もうどこに怒りを持ってったらいいのっていう、でも最近そういう事件が私増えてる気がするんですよ。つまりなんか脈絡があってなぜだっていうところの答えがある事件がなんかどんどん少なくなっていって、例えば危険ドラッグを吸引して事故を起こして人を引いてね、殺してしまうっていうのも、あんなの答えがないですよね。どこにも、どこにもない。昔のようにお金がなくてご飯が食べられないから盗むとかね、はい、お金が欲しくて強盗するとかっていう、比較的そのからくりっていうか構造が分かって、これは逆にここをこうすればそれは防げるとかっていうのが全然見えてこないんですよね。これで言ったらこの9月にタイで、はい、すっかりニュースとして消えてしまいましたけど、24歳の日本人男性がなんか1000人の子供を作る計画って言って、はい、それもそのなんか現地の人と性交渉をしてそれで子供を作るとかっていうんじゃなくて、体外受精で精子だけ提供して卵子をまた別のところから買ってきて、子宮もまあある意味買って子供だけどんどん作るっていう、聞いたことのないような歴史的前代未聞で、でその後報道ピタッと止まっちゃったの。これそうですね、確かに全然情報ないですね。これなんでだろう。子供たちもどうしてんの。親子関係にあんまりギーギーはない、つまり犯罪性がない、犯罪性はないがない
ということなんです。じゃあこれ犯罪じゃなかったら何してもいいのか。これ生まれてきた子供の立場に立っちゃ、はい、親父は精子出しただけで、母親は、産んでくれた母親は単に子宮化しただけで、遺伝的な卵子の提供者はどこの誰か分かんないって、ものすごく不安定な気持ちになりますよね。だからもう父親としての、姿勢とか父親としてのその立場とか愛情とか、そういうのは全く放棄してる、最初から放棄してるわけじゃないですか。そうですね、手を離してるというか、だからそこでもって子供を作るっていう作業だけが残ってるわけですよね。だから親子関係としては私はありえない、ありえないという